国家予算の10分の1以下の国防費だけで効率よく国防を担っている日本の自衛隊は、本当にすごいよね。中国やアメリカに比べると圧倒的に少ない国防費だからな。ちなみに最強の軍事力を誇る国ってどこなんだろ？やっぱりトップはアメリカかな？そう見るのが妥当だよね。じゃあ2位は中国？日本の軍事力もなかなかのものだよね。中国は着々と軍事力を伸ばしていて、世界のトップに名を連ねようとしているみたいだし、あながち間違いではないけど、発展途上な感じも否めないな。そうだね。今回は航空機や潜水艦などの無人兵器化も進む中での日本の方向性についてと、アメリカから見た日本の軍事力についてなどを解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本が少ない防衛費で防衛力を高めることができているのは、なんといっても日本独自の技術とアメリカとの同盟関係があるからに他ならないんだ。独自の技術と海外の技術を組み合わせ磨き上げる技術に長けている。これも明治維新以来培ってきた日本人気質のもたらす、独特のものだね。海外の技術を受け入れるとアレンジし、インスパイアしての国の技術を加えてさらに強化する、研究心旺盛な日本人だからこそできることだと思うぜ。日本人気質はこれくらいでいいだろうと中途半端な技術開発はしないし、むしろ長く使えて壊れない技術を作り出していることから見ても、日本の軍事技術がどれほど高いものかわかるよね。実際、最新鋭潜水艦黒潮の存在を、中国潜水艦が探せなかったのも日本が誇れる技術の一つだろうし、もっと磨き抜いていくことで、日本の国防力を強化することにつながるはずだよ。そもそも日本の軍事力をどう評価するかという点については、日本国内でも様々な見方が存在し、これに警鐘を鳴らす勢力がある。一方でまだまだ国防力としては不足だと訴える声もあるんだ。賛否両論あるってわけだね。実際に、日本の軍事力について海外では実際にどのように捉えられているのかが気になる、という方も多いのではないかと思うんだ。隣国には、何かと日本の行為を軍国主義的だと非難するだけの中国や韓国がおり、日本の国防力強化にいい顔をしていない反面、太平洋戦争を経て、以降国防のパートナーとして長年関係を継続しているアメリカが日本の姿勢を評価している一面もあるよね。それらの各国が、日本の軍事力をどのように評価しているか、掘り下げてみたいと思うよ。アメリカ国内では、有能な軍事アナリストとして名高いアメリカ陸軍式幕僚大学 CGSC のジョン・ティ・キューン教授は、自衛隊の召喚や装備は世界的に見ても極めて高い水準にあると評しているんだ。ジョン・ティ・キューン教授は、特に海上自衛隊のポテンシャルについて触れ、海上自衛隊は世界でも5本の指に入る戦力を有するとしており、しかもこの戦力を極めて高い費用対効果で実現していると述べているよ。確かに、数量的には中国海軍の台頭によって劣勢に立たされているはずの日本で、今や地域における軍事的優位を保っているのは、潜水艦技術の進化があると言われているな。これは、そういう型の攻撃型潜水艦などの補完としての能力の高さと、逆に中国海軍の潜水艦を封じ込める対戦哨戒能力、この攻守両面に影響を受けての評価だと考えられているぜ。海上自衛隊の最新型の双竜型12番艦東竜でも建造費は約690億円ほどで、10番艦までの鉛蓄電池からリチウムイオン電池に切り替えたことでコストが高騰しているとはいえ、世界的に見ても比較的廉価な潜水艦に仕上がっているもんね。実際、韓国の最新型の潜水艦が同じ通常動力型としてサイズもほぼ似たような艦量でありながらも、建造費は1000億円以上と報じられていることから、日本の潜水艦が低コストなのに高パフォーマンスを誇る有能な兵器に仕上がっていることが理解できるんじゃないかな。日本において潜水艦は国防の要と見ている人も多いもんね。島国だし、外敵は海か空からやってくるのは明白だから当然だよね。潜水艦の能力が高いことから、中国海軍の割烹を防ぐ効果が期待できること、シーレーンの防衛に効果的な兵器であることから見て、今の技術を洗練して磨いていけば、中国海軍にも質の面で十分対抗できるとの声もあるんだ。押し村プラ、日本の潜水艦には弾道ミサイルの搭載能力がないとされていることだな。攻撃性の高い兵器を搭載しないことで、自衛隊イコール国防軍のイメージを植え付け、近隣諸国との政治的圧力を避ける狙いがあったからだが、そのことが中国やロシアなどの近隣軍事大国の増強を招いた一面があることも否めないんだよな。うんうん、そのためか、
最近は敵基地攻撃能力の保有を明言することが多くなっているみたい。2022年新年早々に行われた日米両政府の外務防衛担当閣僚協議通称2プラス2において、岸防衛大臣はミサイル防衛を強化するため敵基地攻撃能力の保有を検討すると伝え、このことにアメリカ側は歓迎する意向を示しているんだ。あくまで国土防衛の支障となる傾向が見られた場合の先制攻撃としての敵基地攻撃能力を備える意向である日本に対し、中国や韓国はいつものように日本の軍事国家化に憂慮と懸念を伝え、この方向性に明らかな拒否反応を示しているようだね。まあ、拒否反応を示すということは聞いているなと考えてもいいわけだよね。これからしばらくは中国や韓国の歯ぎしりが聞こえてくるんじゃないの？さて、アメリカにおける話に戻そうか。アメリカ海軍協会 USNI ニュースなどでおなじみの軍事アナリスト、カイル・溝上氏は、日本とアメリカとの関係はイギリスのそれよりも近いとする氏の見解を述べているよ。その上で、カイル・溝上氏は今日の日本の防衛とはアメリカとの強固な同盟関係に基づくものであるとし、非アメリカ安保条約以降の近年の同盟関係の強化を主要な要因と見ているようだね。現在の日本政権は自公連立政権となっているよ。一時憲法改正で自衛隊の位置づけを改める方向性を示していた安倍晋三氏が退任し、紆余曲折があって現在の総理は自民党内でハト派と呼ばれる岸田文雄氏になったことで、憲法改正への意欲は弱まったとも言われていたんだ。だけど、この岸田総理、2022年の年初会見では憲法改正について前向きに発言しており、党内の高派に配慮したものなのか、あるいは本当に変節したのかと、政治関係者の間で話題になっているみたい。憲法改正により自衛隊を合法化し、様々な場面で活躍の場を広げるとともに、国防のための先制攻撃を可能とする法整備を行う。これが現在の政権における国防ビジョンであるとすれば、周辺諸国からのやっかみや批判の声はある程度覚悟しなくてはならないだろうね。ちなみに、アメリカの一部有識者の意見では、専守防衛の姿勢が、日本の軍事力を高めたとの説も出ているみたいだな。もともと、第二次世界大戦後の日本が専守防衛を旨としてきたことで、攻撃型の戦力保有を制限してきたからこそ、軍事力の向上に邁進できたのではないかという逆説的な意見ってわけだ。まあ、個人的には、この意見にはいささか疑義を唱えざるを得ないと思っているぜ。端的に言えば防御用兵器だけに注力してきたから軍事力が向上したというのは、理屈に合わないと思えるからな。例えば、現状において中国海軍に対する日本の切り札的存在が潜水艦であることは先ほども触れたが、これにも攻撃用兵装である魚雷がさらに充実していなければ、軍事力の強化には繋がらないんだ。やっぱり軍事力の定義としては防御力よりも攻撃力を重視する部分があるだろうしね。もし、仮に中国海軍が日本と同じような潜水艦を飛行するとするなら、自らは潜んでいるだけで攻撃してこないと分かっていれば、そもそも対処する必要すらないとも言えるもんね。そもそも日本の自衛隊は専守防衛を標榜しつつも、アメリカの有効な軍事力を当てにしつつも、その補助力として行動できる能力、それと同時に自衛隊単独で作戦行動が行える能力を有しているんだ。朝鮮戦争当時、アメリカはその軍事的負担に悲鳴を上げ、日本に自衛力だけを有することを命じる方向転換を行い、今の自衛隊が生まれたんだよね。アメリカからいきなりお前たちだけで何とかしろと言われた日本は、時代が経過してもいつそんなことを言われるかわからないって思いながら身構えて、自らの軍事力を磨いて育ててきたんだ。さらに、アメリカ海軍の中心戦力である大型原子力空母を核とする空母打撃群の攻撃力は絶大であり、多くの国がこれを持たないのは運用する予算や技術を保有していないからでもあるよ。こうした点から考えれば、憲法の制約がむしろ強力な戦力を日本に保有させたという意見は、決して理にかなうものではないと思われるかも。前述のジョン・ティ・キューン教授は、日本企業の技術習得能力の高さを評して、F-35 ライトニング2などの戦闘機を進化させることも十分に可能だと示唆しているんだ。これも、日本の技術力に対する評価には感謝したいものなんだけど、戦闘機開発が単独では費用的に難しい点や、純国産戦闘機開発のノウハウを持ち得ない現状から見ると過大評価とも思えちゃうよね。そもそもアメリカ軍が強力な兵器を開発、保有できているのは、世界各地での実戦経験によるノウハウの蓄積が非常に大きなウェイトを占めているからでもあるんだよな。特に近代兵器の場合、電子機器類の連携による攻撃力の強化が必須であり、
細分化された分野において、特定の分野で日本が優位性を発揮することは現状では困難であろうと思うぜ。特に、AI を搭載した無人兵器が航空機や潜水艦の分野にも登場している現状から見ても、決して日本の軍事力を現状のままで満足しない方がいいだろうな。有能な日本の潜水艦群の守りも、圧倒的な物量攻撃で破られる可能性もある現在、有効な抑止力があるならば、積極的に導入を進めることが本当に必要な日本の国防だということは理解してほしいものだよね。日本だけが軍事力の強化を行っているわけでなく、中国だってロシアだって、あの北朝鮮であっても軍事的革新は絶えず行っている実情を、もっと日本国民は理解すべきなのかもしれないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国海軍が誇る大型輸送艦マラドは、皆も知っているよね。そんなマラドが、軽空母化に向けて本格的な検討に入ったことが明らかにされたんだって。韓国海軍が誇るって言われてもな、軽空母化して何するつもりなの？軽空母化して何をするのかはわからないけど、軍事関係者の中には、海上自衛隊の護衛艦出雲などに対抗しようとしているのではないかとの声もあるみたい。韓国は本当に日本に対抗したがる節があるよな。勝手にやってくれとは思うが、変な立ち誇りを見せて迷惑をかけるのはやめてほしいぜ。ほんとだよね。さて今回は、韓国海軍の誇る馬ら島のポテンシャルや軽空母化計画について、面白おかしく解説したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも、韓国海軍がマラドを軽空母化する理由について考えてみると、正直言って疑問に感じる人が多いはずです。空母を持つことの意味や意義を考えてみると、アメリカなどのように先制攻撃可能な攻撃力としての価値、そしてその攻撃力を持っていることを誇示することによる威嚇の効果、この二つがあると思うんだ。空母のメリットは、陸上のみならず様々な場所から攻撃を仕掛けることができることであり、いわゆる敵国に対していつでも攻撃することができるぞと威嚇する意味があるってわけ。じゃあ韓国海軍に、威嚇すべき敵国があるのかといえば、答えはイエスだよね。韓国が敵視している国って、そう、日本しか彼らの敵国は存在しないんだよね。古来より、日本に対して敵視することしかしなかった韓国だから、北朝鮮は違うのかと言われれば、それは違うと言い切れるよ。なんだかんだ言っても同胞だから、同胞に対して銃を向けるよりは日本を敵視する方が絶対に楽なんだろうね。でも、日本の同盟国はアメリカであり、アメリカは韓国にとっても同盟国になるよね。そうなんだよな。同盟国の同盟国が敵という、わけのわからない状態になっていること自体がおかしいぜ。うんうん、アメリカもそのことは理解していて、軍事機密情報を韓国にどこまで共有しているかといえば、最重要の機密情報は伝えていない可能性が高いそうだよ。日本にはもちろんそれ相応の情報が提供されているとは思うんだけど、まあ、韓国としては敵国である日本が軽空母を所有することになった。ならば俺たちもそれを上回るスペックの軽空母を所有しようじゃないかって感じなんじゃないかな。だって、敵が持っているんだからこっちも対抗しないと、ってなるんだろうね。そうそう。今回のマラド軽空母化の発端も、簡単に言うとそんな感じだろうね。とはいえマラドが軽空母になって、日本が恐れおののくかといえば、その答えはノーだったりするんだけどね。なぜなら、韓国が掲げるようなスペックが本当に実現できているか、日本の反応は正直言って不可思議だからってことが挙げられるんだ。ある意味ポンコツ兵器とみなしている専門家もいるぐらいだからな。そもそもマラドの軽空母化をぶち上げたのは、日本が出雲加賀などの護衛艦を軽空母化することを決定し、実際にアメリカ海軍と合同の訓練まで実施することになってからのことだよ。もちろん、これら2隻の護衛艦の軽空母化については軍事国家日本の再来として韓国は強く批判していたみたい。中国の影に隠れ、便乗して批判するといういつもの対応だけどね。その証拠に、マラドに搭載する戦闘機は、出雲加賀と同様にアメリカの F-35B を想定していることを明らかにしているよ。日本ができることを、我が国でもできないはずがないだろう、という対抗心は相変わらずだね。でも、2021年に就航して訓練を始めたばかりのマラドが、2022年に実戦投入できるだけのスペックを有することができるのか、まずはそこから考えた方がいいと失笑する軍事アナリストも多いみたい。今までの実績を見ると当然だよね。どんなに韓国が威勢よく語っても、
結局マラドの基本は輸送揚陸艦であり、排水量も 14,500 トンにしか過ぎないもんね。出雲は 19,950 トンだから、そもそもオーバースペックなことをやろうとしても、うまくいくわけないんだ。海上自衛隊の護衛艦と比べるとヘリコプター護衛艦と同レベルの艦艇だから、それを軽空母にするということ自体が滑稽な話だよな。ちなみにマラドラ6と9輸送揚陸艦の2番艦にあたり、スラップシップ艦の6ともすでに就航済みだが、こちらが就航直前にトラブルが頻発し、ようやく就航したかと思えば、バラストの不具合から高速航走が困難であるという欠陥を抱えて、現在補修の最中だったりするぜ。何より、マラドをはじめとするドクト級では、F-35B のロケットエンジンから発せられる高熱の排気に耐えられないんだよね。出雲香川すでに対応工事を完了しているので、実際にアメリカ海軍と合同で F-35B の離発着訓練を実施し、成功を収めているよ。かなりの高熱を排気するため、出雲香川でも相当の補修が行われたと言われているけど、韓国は同様の補修を行うことができるかってところは甚だ疑問だよね。韓国はそれでも問題ないと連呼するんだろうけど、マラドを取り巻く環境はさらに深刻なものなんだ。そもそも、アメリカが F-35B を韓国に売ってくれるのかどうか、買うだけのお金があるのかどうか、そのコンセンサスが全く取られてないんだよね。アメリカ議会は F-35B を輸出することに反対しており、韓国は買いたいけど買えない状況に追い込まれると思うよ。日本には売るのにおかしいと言うだろうけど、日本はアメリカと安保条約に基づいて同盟関係を維持しているのだから、全く問題はないんだ。アメリカという国は、自国の利益を保障してくれる相手としか取引をしないと言われているしね。日本との取引は、将来的に起こり得る対中国軍事行動において、良きパートナーとして活躍するであろう日本に対して、軍事力の強化を支援することはアメリカの利益でもあるんだ。一方、韓国のことをアメリカが同盟国とみなしているかといえば、疑問符が残るんだよな。アメリカが韓国の防衛を請け負っている。そう勘違いする人もいるが、韓国にいるアメリカ軍が国連軍であり、アメリカの意思で韓国にいるわけではないぜ。朝鮮戦争が休戦している間、休戦協定に基づいて安全保障のために韓国に軍を駐留させているだけで、韓国とアメリカが安保条約を締結している話もないし、締結しようとする話もないってわけだ。それどころか、北朝鮮や中国との関係維持に躍起となっている韓国を、アメリカが果たして同盟国とみなせるのか、世界の常識で言えばありえないってのが一般的だろうな。一応、信頼はできないが同盟国もどきの韓国に対して、アメリカは F-35A の販売には応じ、配慮を示しているよ。ただし、F-35A の運用に関して運用のノウハウが不足しているとして、アメリカ主導の教育プログラムを有料で提供するとしているんだけど、その有料の部分が気に入らないのか、韓国国内ではアメリカに対する非難の声が上がっているみたい。自国を守ってもらっているくせに、厚かましいことよね。まあ、それがわかるような韓国国民ではないか。マラドの件について、少し話を戻そっか。そもそもなぜ韓国海軍がマラドなどの建造に踏み切ったのか、それは上陸作戦を円滑に遂行するためであるとされているよ。当初は、上陸作戦の支援として大型ヘリを5機程度同時運用できるヘリ空母としての構想があったようで、そこにドライドックを装備してエアクッション艇など上陸用の船艇も同時に装備して、強行上陸から支援攻撃まで達したようにこなせる万能艦としての用途を想定していたようだね。そして、搭載するヘリコプターは日本でも話題のオスプレイを想定していたようで、空陸同時に上陸作戦を展開できるポテンシャルを持たせようとしていたんだけど、現状においてそこまでの習熟はなされていないんだ。そして、マラドに関連するプロジェクト名は、意外なことに大型輸送艦にプロジェクトと呼ばれているみたい。なんでも、軽空母を所有することで中国や北朝鮮に対する誤解を招くことから、あくまで大型輸送艦であることをアピールしているようだね。その割には日本向けに軽空母にするぞとアピールしているんだから、本当に何を考えているのかわからない国だよ。韓国の考えの中にはアメリカへの依存脱却もあるかもしれないな。アメリカが要求した、弾道ミサイル迎撃システムサードの韓国内配備を受け入れた結果、中国から実質的な経済制裁を受ける羽目になった韓国では、中国よりアメリカに依存する現在の体制を批判する声が上がっているようだし、確かに、中国と朝鮮が属国と軍主国という関係性が長年続いており、韓国国民の中にも中国の言うことは聞くべきだとの価値観を持っている人も多いはしいぜ。アメリカは何もしてくれない。
中国はお兄さんなのだから言うことを聞いた方がいい。そんな幼少期の兄弟関係のようなことを、国際政治の中で標榜するというのだかは、もうつける薬はないよね。マラドー系空母にしたくなったというのは、アメリカ依存からの脱却を目指す動きの一つかもしれないね。韓国の現状では、有事になると横須賀にいるアメリカ第7艦隊が出動し、日本海に展開することで北朝鮮やロシアに睨みを利かせる。それが担保されているからこそ戦争が抑止されていると考えていいと思うよ。だからといって、軽空母が1隻あれば抑止力が完成するわけではないんだ。アメリカの空母運用では打撃群という名称を用いて、空母を中心としてフリゲート艦、イージス艦などが統合運用されることで戦力となっているんだけど、韓国にこれだけの打撃群を作り出すことができるのかな。もちろん、日本はそれだけの能力があるから出雲加賀の軽空母化に踏み切るわけで、韓国のように日本が持っているのが悔しいからのように、短絡的な目的でもないんだ。まあ、軍事関係者の中で韓国はネタの宝庫だから、今回もいいネタを提供してくれたと思い、笑っておけばいいのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロールスロイス社が開発していた戦闘機エンジンテンペストに新たな展開が見られたようだよ。ロールスロイスは車好きじゃなくても聞いたことのある有名なブランドだよね。一般的には自動車製造が有名なロールスロイスだが、航空機エンジンも手掛けているぜ。ちなみに、自動車製造を手掛けているのはロールスロイスモーターカーズで、航空機エンジンを手掛けているのが、ロールスロイスホールディングスとして、それぞれ独立したものとなっているようだな。それでそれで、新たな展開ってどんなものなの？なんと、この共同開発に日本が参画するというんだよね。日本といえば、アメリカに追随して戦闘機を購入しているだけの国だったのに、なぜここに来てイギリスと手を組む気になったのかが非常に気になるところだな。うんうん、今回はそんなイギリスと日本との新たな取り組みと、アメリカが抱えている課題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年12月にロールスロイス社が発表したところによると、今回のテンペストエンジンは、日本とイギリスの両国向けに開発されるもので、両国が将来的に導入するであろう次期戦闘機用エンジンについて、その実証機を日本の IHI 石川島播磨重工業と共同開発することになったとのことだったよ。この件について、日本の防衛省とイギリス国防省は同じ日に両国による、次期戦闘機エンジンの共同実証事業を来年から開始すると発表しており、そのことを受けてロールスロイス社も今回のプロジェクトを公式発表したってわけだね。ロールスロイス社は公式コメントの中で、本エンジン実証プログラムは、両国が将来的に必要とする戦闘機を開発するための重要な一歩であると述べており、将来的には両国において数百名の雇用創出につながる可能性があると述べているんだ。まあ、ロールスロイスといえば高級自動車メーカーのイメージがあるんだが、ヨーロッパではむしろ軍事産業を中心とした企業体のイメージの方が大きいようだぜ。そんなロールスロイス社もここ数年の景気低迷により、新たな産業への柱を欲していたことは事実で、日本においても同様の状況だった IHI とうまく手を組むことができたってわけだな。今後の開発スケジュールについて、ロールスロイス社は2022年初めから開始する予定とし、イギリス政府の支援があることを明らかにした上で、その総額は3000万ポンド約45億円を初期投資として投入することを明らかにしているよ。さらに、イギリス政府が2億ポンド約304億円の資金を投入し、飛行可能な実証機を開発する計画があることも明らかにしているよ。イギリスがここまで本気なのは、ドイツやスペインなどと取り組んだユーロファイター事業が思ったほど軌道に乗らず、その枠組みとは別に独自色を発揮しつつ、自国だけで開発経費を捻出することが困難なことから、新たなパートナーとして日本に目をつけたものと思われるんだ。イギリスが明言した今回の費用だけど、これだけの費用で、次世代戦闘機が開発できるとは正直言って思えないよね。軍事アナリストの間では、これだけの金額は総経費の約半分だろうと見ており、日本に関してもほぼ同額の負担を求めているのではないかと見ているんだって。費用面については、岸信夫防衛省も来年度当初予算案に次期戦闘機の、研究開発費858億円を計上することを明らかにしているよ。これが、テンペストプログラムだけの費用を意味するのか、
別のプロジェクトも含めた費用なのかはわからないんだけど、日本がイギリスに対して積極的にこのプロジェクトへ協力する姿勢を見せていることは、間違いないことだよ。ロールスロイス社の担当エグゼクティブバイスプレジデント、アレクサンダー・ジノは、日本とイギリスの優れた技術を持つ企業が参画することを喜ばしく思うとし、互いの技術を補完し合い、よりクリーンな次世代動力と推進力を促進する技術を提供するだろうと述べているよ。ここで言う次世代動力と推進力とは、何を意味しているのかが気になるよな。そうだよね。地の氏はこの件についてもっと踏み込んだコメントを残しているよ。それは日本政府と産業界が近年実施している技術プログラムについて、イギリスがテンペストプログラムで開発する技術を合わせることで、世界有数のより高性能な次世代動力推進システムの開発が可能になると述べているんだ。要するに日本が進めている技術革新とイギリスが持っているテンペストプログラムの成果をミックスすれば、次世代戦闘機用へのエンジンが革新的なものになると言いたいってわけだな。ここまでの話を読めば、お互いに得ることが多くウィンウィンの関係になるように思えるけど、実際のところはどうなんだろ？その辺も含めて、もう少し深掘りしてみようかな。そもそも、日本においては現在使用している F2 戦闘機が2035年から退役を予定していることを踏まえ、その後継機種開発と既存機導入、この2つを検討していたんだ。既存機導入については、第5世代ステルス戦闘機 F22 ラプターや、同じく第5世代ステルス戦闘機である F35 ライトニング2のアビオニクスなど、ウリコムロッキードマーティン社からの提案や、ボーイング社が提案する F15EX イーグル2、イギリスの BAE システムズ社が提案するユーロファイタータイフーンベースの新機体導入なども検討されていたよ。様々な提案を受けて、防衛省は、有事の航空優勢を保つために必要な戦力となりうる戦闘機であることを最優先にしつつ、新技術導入への拡張性があることや、日本が独自に回収する自由度が高いことなどを、次世代機に求めるスペックとしたんだ。そして同時に、日本国内の企業が開発製造に参画すること、開発製造コストや整備コストなどができる限り低コストであることを目標としていたよ。その結果、2018年12月18日の政府閣議にて防衛計画大綱と、31中期防平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画で、次世代戦闘機について F2 戦闘機の退役時期までに防衛上の中核となる新たな戦闘機開発を行うこととし、開発にあたっては国際協力を視野に我が国主導で開発に着手すると決定したんだよね。このことで、既存機を購入するのではなく、国際協力を得ながら国内企業の主導で開発を進めていくことが決定されたことで、日本のニーズに対応できると判断されたロールスロイス社のテンペストプロジェクトが選定されたと考えていいのかも。でも、ロールスロイス社が担当するのはあくまでエンジンであり、機体そのものではないんだよな。機体の開発は一体どうなっているのか、みんなも気になるよね。そもそも次世代戦闘機の開発は、特定の企業だけが背負えるものではなく、複数の企業と共同体を構成して行うことがセオリーだよね。これは、日本国内の企業のみならず、世界各国の企業ともパートナーシップを取って開発を進めていくものなんだ。次世代戦闘機の機体やシステムに関しては、三菱重工を開発主体とする企業体との正式契約が発表され、他の国内企業として川崎重工、スバル、IHI、三菱電機、東芝、富士通、NEC が参画することが決定されているよ。そして海外の企業として、F35 戦闘機の開発製造元である、ロッキード・マーティン社が選定される方針が固まっているものとされているんだ。これは、日本がまだ技術を得ていないステルス機の開発においてすでに、実績のある企業の参画を望んだものと言われているよ。実際に高いステルス性能と運動性能を兼ね備えた戦闘機 F22 や F35 の開発実績があり、デジタルエンジニアリングの高い技術力と経験を持つロッキード・マーティン社の協力を仰ぐことで、戦闘機の設計だけでなく、電子機器やコンピューターなどとのシステム統合なども行いたい意向が伝わってくるな。ここまで来れば残るのはエンジンだけだが、エンジンについては防衛装備庁と IHI 社で、開発を進めている国産ジェットエンジン試作機の XS9 が有力視されていたんだが、開発はかなり進行しており、2020年7月には試作1号機を使った性能確認試験が実施されているみたいだぜ。
アフターバーナー付けの低バイパスターボファンエンジンである XF9 は、2019年4月10日には最大推力確認試験の映像が公開されており、当初の要求性能である推力 11TF を発揮し、アフターバーナー使用時には 15TF を達成しているとされているんだけど、日本においてはこの大出力ターボファンエンジンを量産した経験がないのが課題となっていたんだ。この課題をクリアするために、ロールスロイス社とパートナーシップを結ぶところになったというのが、ことの真相ではないかな。日本としては XF9 エンジンを採用したいんだけど、アメリカと共同開発してもアメリカはその気がないので、結局は独力で費用も全額自己負担で開発するしかないんだ。でもテンペストの開発を進めているイギリスと、そのエンジン開発を担当しているロールスロイス社であれば、お互いに費用も折半できるし、エンジンの採用による販路の獲得も容易ではないかと考えたんだろうね。イギリスも日本と同様に利用を抱えており、テンペストの開発は自国が主導するとの立場は貫いているものの、開発コストの低減やかかる期間の短縮が期待できるとして、諸外国の開発参加へ門戸を開いていたところ、日本と利害が一致したため、今回のパートナーシップに至ったんだろうぜ。ここで気になるのは、やはりアメリカだよね。同じ同盟国であるイギリスと日本が手を組むことには、決して反対するつもりはないものの、危惧していることはアメリカよりも航空優位に立つことだと思うよ。アメリカにとって、日本は重要な同盟国であることに間違いはないんだけど、武器輸出国としても重要な立場であることは事実なんだ。イギリスに日本という市場を割歩されると面白くはないんだろうね。そんなアメリカの事情は、日本ももちろん理解しているよ。だから今回のイギリスとの取り組みはエンジンだけですよと言い切れる。今回の関係構築に至ったわけなんだ。アメリカからすれば機体のベースはアメリカ製だからまあいいかと思えるだろうし、ある意味アメリカ日本イギリスの共同開発機とも言えるものが出来上がるのかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。言ってしまうと、お粗末なものづくりの代表国って韓国だよね。しかもピンポイントじゃなくて、全般的にやばいよな。いい加減さでは中国も負けてないみたいだよ。もちろん、十数年前と比べると進歩はあるみたいだけど。韓国や中国が作ったものって聞くと、何か本能的に不安がよぎっちゃうんだよね。日本っていうものづくりに関して、安全安心、高品質の最先端を行く国にいるからこそ、余計に差を感じるよな。そうだね。さて今回は、中国の誇る独自の戦闘機エンジン WS-15 について、爆破事故と合わせて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国空軍といえば、かつてはソ連のミグシリーズをもらって装備しているだけで、独自の戦闘機なんか作られるようになるとは思われていなかったんだ。でも、2000年代になってから、ミグシリーズなどのコピー品製作から徐々に成長して、独自の戦闘機を開発しており、その性能は先進国にも引けを取らないと自ら自慢しているみたいだね。とは言っても、中国に一から最新の戦闘機を開発するだけの技術もノウハウもないはずで、ロシアからの技術提供と、アメリカなどの技術を盗用して組み合わせただけのようにも思えるね。とはいえ、数に物を言わせた中国の戦略は侮れないぜ。そんな中国空軍が J20 なる戦闘機を開発し、高高度や過酷な状況下でも高性能を発揮すると中国自身が主張しているというのだから、ちょっと不気味にも思えるよね。今回は、冒頭で紹介した通り、そんな中国空軍の J20 にまつわる戦闘機エンジン WS-15 について、詳しく解説していくよ。さて、次世代の戦闘機といえば、アメリカが運用している最新鋭ステルス機 F-35 シリーズが有名だよね。日本でも、F-35A や F-35B をアメリカから購入し、特に後者は護衛艦出雲加賀の軽空母改装に合わせて艦載機として運用しようとしているんだ。日本やアメリカの戦闘機能力の向上に慌てた中国は、自らもステルス戦闘機を開発することにしたのはいいんだけど、問題も頻繁に起きているようで、特に問題となっているのは戦闘機専用のエンジンがうまく開発できていないようで、開発途中にも事故が多発しているみたい。ちなみに、中国人民解放軍が2017年から配備を進めている第5世代ステルス戦闘機自称1020A20 は、あくまでステルス機と自称しているが、アメリカや日本の軍事アナリストから言わせると、こんな形状の魅力でよくステルス機が名乗れるよなと笑い種になっているぜ。おまけに、オール自国開発ができなかったことで、戦闘機に搭載するエンジンがロシア製ジェットエンジンをそのまま供給してもらっていたらしいな。そのせいもあって、
最初のうち J20 は配備機数がなかなか増えなかったんだよね。それはロシアから肝心のジェットエンジンが届かなかったからに起因するよ。それにしびれを切らした中国政府は、ついにロシア製ジェットエンジンの採用をやめ、自国で開発したジェットエンジンに換装する決意を固めたってわけ。戦闘機にとってエンジンは、機体そのものの性能を左右する重要な部分だけど、かつての中国はソ連から機体そのものを供給してもらっていたから、飛行機を開発することすら着手していなかったんだ。でも、中国とソ連の関係が悪化した1980年代からは、独自の兵器開発に舵を切るようになり、戦闘機エンジン WS-10 の開発にも着手したよ。WS-10 はあくまでソ連製エンジンのコピー品レベルだったんだけど、中国はこの WS-10 をベースにロケットエンジン開発に必要な技術と経験の蓄積を進めていったんだ。そして、その経験と技術を活用し、1990年代にさらに高性能の WS-15 の開発に乗り出したよ。この WS-10 だが、実はそのベースがアメリカ製のエンジンだったという面白い話があるぜ。WS-10 のベースとなったのは、アメリカ製のジェットエンジン CSM-563 で、このジェットエンジンは、アメリカ空軍の可変翼超音速戦略爆撃機 B-1 のエンジンとして搭載されている、ゼネラルエレクトリック社のアスターバーナー付きターボ3エンジン S101 が原型となっていたらしいな。ゼネラルエレクトリック社とフランスの、サスランエアクラスとエンジン車スネクマ社が共同出資した合弁会社で生産されていたのが CSM-563 だったんだが、燃料用としてボーイング737やエアバス A320 などに搭載されている強力なジェットエンジンだったんだ。この技術を中国が入手し、いわばコピーする形で独自のエンジンとして作り上げたのが WS-10 と言われているぜ。実際の話、中国がミサイル技術を盗んだというよりは、アメリカがあえて中国に技術を流したと考えてもいいかもしれないね。今でこそ、アメリカと中国の間には緊張が高まっているけど、このエンジンが開発された1980年代は、当時のソ連と中国の関係が悪化しており、ソ連と敵対関係にあった中国、そこに出てきたのが、同じくソ連を敵にしているアメリカだったんだ。同じ敵に立ち向かっていた中国は敵の敵は味方なわけで、実際に1980年代には中国とアメリカは友好関係であったことから、アメリカの中国をソ連に敵対させてあわよくばと思っていたんだろうね。こうして中国は、CFM-563 エンジンの技術を入手することに成功していたってわけ。CFM-563 エンジンは、中国航空工業公司と信用航空エンジン研究所で徹底的に解析され、その成果は、国産ジェットエンジン WS-10 となって形を見ることになるよ。中国は早速自国開発の戦闘機 J-15 に WS-10 を搭載することを決定するんだけど、果たして世界のレベルの中でどの程度の位置にあるのか、その現実を直視した結果、中国が愕然とすることになるんだよね。WS-10 が完成した時、世間はすでに第5世代と呼ばれる最新鋭戦闘機が登場する時代であり、今さら第4世代と第3世代の中間のようなジェットエンジン、それを搭載した戦闘機なんか戦力にならない、そんな現実を中国が突きつけられたってわけ。でも、WS-10 の開発で得た経験と知恵は、中国をある方向性に導くよ。それは他国のエンジンを真似すればいいんだって考えだね。実際、WS-10 がそうであったように、他にいいエンジンがあればそれをコピーしてしまえばいいのだと、中国は安易にコピー路線を選択したんだ。真似ることは悪いことじゃないけど、そこから独自性を生んでいかないと、良いものづくりにはならないし、完全オリジナルの自国製とは言い難いよね。自国の技術だけで WS-10 の性能向上が見られないと判断した中国は、2000年代になって関係を修復した旧ソ連ロシア製のエンジンユーリカイコールサプールン AL-31 の技術をコピーして、WS-10 の改良に取り掛かるんだ。この頃になると、ロシアとアメリカは対決姿勢を再び取るようになり、中国は中国で経済力を高めることになるとアメリカと直接対決するぐらいの勢力を持つようになったんだ。ロシアの代理として喧嘩を売るのではなく、中国として対等にアメリカに喧嘩を売る。そんな時代の入り口だったわけだな。ロシアにしてみれば、自国の代わりにアメリカに喧嘩を売ってくれるなら、中国だって北朝鮮だって問題ないわけで、ああ、だったらこれ使いなとジェットエンジンの技術だってどんどん提供するようになったんじゃないかな。こうしてロシアの協力を得て完成したのが、改良型の WS-10A だね。信頼性と馬力を兼ね備えたバージョンとして、ようやく第4世代戦闘機として対等なパワーを得るようになった J-15 だけど、
まだまだ時代遅れの部分もあり、何より信頼性において問題を抱えている状況だったんだ。こうなったらと、再び中国は新たな技術のコピー先を探した結果、なぜか登場したのがウクライナらしいよ。ウクライナは、ロシアとの関係がピリピリしている状況であったことから、ロシアに直接圧力をかけることができる中国に対して技術提供することで、ロシアを牽制しようと考えたみたいだね。こうして、ウクライナの技術協力によって、さらに信頼性を向上させた WS-10B を開発することに成功したってわけ。こんな感じで、他国の技術をコピーして自国製兵器の性能アップを成し遂げている。これが中国流のやり方になっているよ。ここまでエンジンに力を入れて開発したんだから、中国は自称ステルス機の J-20 にどんなエンジンを搭載したのか気になるよね。その答えが、なんと WS-10B からさらに改良を加えた WS-10C だと言われているよ。WS-10C は、信頼性の向上のみならず水力のアップが図られたとされており、一般的に第5世代と言われる戦闘機と同レベルの能力を持っているものとされているんだけど、ここまで来ればどこの国の技術を盗んだんだと言いたくなっちゃうよね。そういえば、さっき新型のジェットエンジンとして WS-15 の名前が挙がっていたけど、それはどうなったの？これについては、正式に開発に成功したと発表はされていないよ。むしろ、開発時に爆発事故が相次いで、開発が停止しているとの説が強くなっているんだ。もちろん中国がこんな異国の針のような話を発表するわけがないから、あくまで推測だけどな。J20 は、2021年10月に広東省樹海で開催された第13回中国国際航空宇宙博覧会では、WS-10C が搭載された状態で世界に初公開され、デモンストレーション飛行が実施されるまでに至ったんだ。開発責任者のコンフォン氏曰く、J20 はエンジン乾燥の結果かなりのアップグレードを果たしたと公言しているよ。エンジン乾燥によって、高高度での飛行性能が向上するなど、世界の標準レベルの戦闘機にアップグレードできたと公言しているコン氏だけど、日本のインターネット上で大げさに言い過ぎ誇張表現しすぎなどの印象操作を示唆する声もあるんだよね。この点に関しては、中国のジェット戦闘機が戦力として計算できる機体に仕上がってきたと危惧する方がいいのかも。そもそも、中国の戦略は質より量だもんね。そうそう、どんなエンジンでも、飛べばいいというわけではないけども、日本やアメリカの基地に対抗できるのは数しかない。そう割り切ってしまっている中国の戦略はあながち間違ってはいないのかも。日本は、自衛隊の性質上戦士防衛にこだわって、量よりも質にこだわるしかない状況だが、果たして中国の覇領攻撃に対抗することができるのか、見物だな。ジェットエンジンや戦闘機の質は言うまでもなく優れているんだけど、大量に押し寄せる J20 をどこまで殲滅できるのか、日本もある程度中国の戦略に対応するための軍備を進めるべき時代になってきたよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の潜水艦大芸級の情報が入ってきたみたいだね。原子力潜水艦以上の性能じゃないかと言われてたけど実際どうなのかな？でもよ、なんか馬力の低下が言われてたみたいだぜ。さすがに原子力潜水艦以上の性能は無理があるんじゃないか。そういう型をさらに進化させたと言われている大芸型だね。日本が誇る最新鋭の潜水艦で世界最高峰のセインミネと言われていたけど、確かに馬力がダウンしてるんじゃないかと指摘をされてるんだよね。リチウムイオン蓄電池とスターリングエンジンの組み合わせは、電線以上の性能になるんじゃないかと当初は言われていたよな。もちろん馬力ダウンすることがそのまま性能ダウンになるとは限らないからね。世界各国で潜水艦は日々目まぐるしいスピードで進化してる。原子力潜水艦や通常動力型潜水艦など様々な種類の潜水艦があるんだけど、どの潜水艦にも共通して言える大事な性能は静粛性と隠密性なんだよね。これらの性能をいかに向上させるかが潜水艦の開発建造において最重要項目なんだ。潜水艦の馬力がダウンしても静粛性や隠密性が向上していれば問題ないってこと？馬力を落とすことで静粛性や隠密性が向上するならば、潜水艦としては十分な役割を発揮できるんじゃないかな。それじゃあ今回は日本がこの度就航させた大芸級の性能、建造目的配備後の運用について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。やっぱり日本にとって潜水艦の建造はいろいろな軍事兵器開発の中でも世界でもトップレベルだと思うんだ。原子力潜水艦を保持しないという日本の信念みたいなものを貫き通して、
通常動力型潜水艦を極めてこの分野では世界一だと言っても過言ではないよね。最近話題になったのが、海上自衛隊の操遊型潜水艦オーリューから、リチウムイオン電池が搭載されたことだよね。そうか、日本は原子力を使うことには敏感な国だからね。逆にそれが声を添えして通常動力型潜水艦では世界のトップを走ってるんだよ。海上自衛隊が運用する操遊型は通常動力型潜水艦としては世界でも最高峰の性能なんだけど、それをさらに進化させたのが、大鯨型潜水艦なんだ。大鯨は2020年10月に三菱重工業神戸造船所において進水した。この大鯨は操遊型と同じ全長で喫水が2メートルほど深くなっていて、排水量で50トン上回り、海上自衛隊が運用する潜水艦の中でも最大級の潜水艦となったんだ。大鯨って大きなクジラって意味でしょ？そうだね、クジラにちなんだ名称になっているよ。ちなみに海上自衛隊では潜水艦の艦名は海象や水中生物の名から付けられると訓令で定められてるそうなんだ。大鯨は太平洋戦争の時には潜水母艦の名称だったんだよ。その後大鯨は航空母艦に改装され艦名も UFO に変わったんだ。それじゃあ潜水艦大鯨の話に戻すね。大鯨は、11番艦オーリュー12番艦東流から、搭載されたリチウムイオン蓄電池が採用されて、ディーゼルエンジンによる充電能力向上を目的として開発されたスノーケル発電システムが搭載されてるんだ。この2つの装備によってリチウムイオン蓄電池の性能を十分に引き出すことが可能になり、スターリングエンジンじゃなくてもそれ以上の性能が発揮できるようになったと言われてるんだ。でもよ、確か以前の話ではリチウムイオン電池を搭載することでコストが大幅にアップするって言われてたよな。その問題は解決したのか？確かにそうだったね。スターリングエンジンを搭載しないことで、その分機体にスペースが確保できたために、リチウムイオン蓄電池を搭載できるようになったんだ。確かにリチウムイオン蓄電池に置き換えることで費用はかかるようになったんだけど、出力は大きく向上したんだよ。スターリングエンジンと鉛蓄電池を搭載していた10番艦は1隻あたりの建造費は517億円だったんだけど、リチウムイオン蓄電池搭載艦は643億円にまで建造費が膨れ上がったと言われてる。しかしこれはコストよりも、性能アップを重視したということだから仕方ないよね。そうだね、コストがかかるからって古いやり方にこだわってたら開発競争に乗り遅れてしまうもんね。潜水艦が2国防衛の要だからな。世界に置いていかれてるようじゃいけないよな。そして冒頭で出ていた馬力ダウンの件だね。スターリングエンジンを搭載してた操遊型はスクリュー時空魔力は8000馬力あったんだけど、オーリュー東流は5600馬力と公表されているんだ。これだけ見たら、リチウムイオン蓄電池搭載艦は馬力が大幅ダウンしたように感じるよね。単純に数字だけ見ると大きな差に見えるぜ。大丈夫なのか？もちろんただ馬力ダウンしたわけじゃないからね。馬力と引き換えに得た性能だってあるんだよ。瞬間的な最大速力は確かに低下したんだけど、リチウムイオン電池は効率放電を長時間持続できる特性を活かして、長時間にわたり中速から高速で先行することが可能なんだ。いろいろな性能を見ていくと総合的には性能は大きく向上しているんだよね。そして最新鋭潜水艦大鯨はリチウムイオン電池の特性を最大限に活かすために、スノーケル発電システムが採用されているんだ。このシステムが採用されたことで長時間潜航したままで高速充電が可能になったんだ。それと運用面でも大きな改善ができたんだよ。船体にも新しい構造が採用されていて、一般的に浮き課題の構造は他国の潜水艦でも採用されている。フローティングデッキが日本の潜水艦としては初めて採用されたんだよ。これは、艦内での乗組員の動きに伴う音や、機械音など衝撃や振動などを緩和して静粛性を上げる効果があるんだ。その他にも静粛性の高いプロペラ、スクリュー、音波吸収材装備などで、操遊型より静粛性が飛躍的に向上したと言われてるよ。隠密行動が主体の潜水艦で静粛性が向上したっていうのはかなり大きな改善だね。そうだな。それとスターリングエンジンを搭載しなかったことで船体自体のスペースも余裕ができて、乗組員の居住スペースもかなり改善されて艦内での生活が快適にもなったそうだぜ。そうだね。潜水艦は何ヶ月も任務で狭い艦内で生活をしなければいけないから、乗組員の居住スペースが快適になればストレスも軽減できるだろうね。それと、あとは大鯨の兵装だね。大鯨の兵装は親潮型操遊型と同じく1と8式超魚雷、ハープーン対艦ミサイルを発射できる533ミリ発射艦が6門搭載されているよ。
18式超魚雷は潜水艦用の魚雷のことで2018年に正式に採用された新魚雷なんだ。2022年には日本の全潜水艦に行き渡る予定なんだよ。搭載されている音響センサーは魚雷の追跡を欺くおとり魚雷を見破る能力だけじゃなく、ジャミングによる魚雷センサーの悪影響も受けにくくなってるんだ。確実に目標を捉えて形状を識別し命中力を高めることができるようになったんだ。これまで上がってきている情報だけでもこれだけの改善と進化が見て取れるよね。やっぱり日本の潜水艦の開発と建造の技術力は世界トップレベルだと思うよ。そうだな。原子力潜水艦が主流の現状でも新しいことに取り組んでそれに負けない潜水艦を作り上げるんだもんな。やっぱり日本の技術はすごいや。今後太平の活躍により日本の建造技術が周知されれば、他国に日本の潜水艦が販売され、世界の海で活躍することになるんじゃないかな。それだけの性能は十分あると思うんだよね。今後の太平の活躍に期待だな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー。待ってたぜ。待ってました。今回の豆知識は、アニメだぜ。出たお前アニメに詳しいもんな。今回は超有名アニメドラゴンボールだよ。めちゃくちゃ有名だね。ドラゴンボール主人公、孫悟空が有名セリフオッス。オラ孫悟空っていうセリフ聞いたことあるかな？誰でも一回は聞いたことあるセリフだな。実はそのセリフ本編では、一度も言ってないんだってさ。なんじゃそりゃ。さすがの俺でもびっくりだぜ。信じるか信じないかはあなた次第。ならまた見てね。いつも見てくれてありがとう。ありがとうね。オラ、ワクワクすっぞ。カメハメハ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 。あのアメリカも、ついに切れたのかもしれないよ。何があったの？どうやらアメリカが、原子力空母3隻と軽空母2隻を朝鮮半島周辺に集結させているという、驚きの事態が発生しているみたいだぜ。ベトナム戦争以降、ここまでアメリカが空母打撃群を集結させたことは今までなかったわけだしね。今回のアメリカの行動には一体何の意味があるんだろう。その辺も含めて、今回はアメリカの本気度や、東アジアの情勢を中心に詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカ軍事専門メディアの米海軍研究所 USNI ニュースによると、2022年1月18日に3個空母打撃群 CSG、1個遠征打撃群 ESG、1個両用即応軍 ARG が配置されている状況だというよ。空母打撃群は空母と飛行弾、護衛艦潜水艦から構成されており、明らかに攻撃力を有している強力な部隊が展開されていることになるね。2022年1月時点で、本土を離れて作戦行動中であったアメリカ海軍の原子力空母は計4隻。このうち地中海で中東関連の任務を担当するハリー・トルーマン CVN-75 を除いた、残り3隻がインド太平洋に集結している形になるんだ。この3隻とは、
横須賀に全身配備されたロナルド・レーガン CVM-76、エンド領で作戦行動を終えたカール・ビンソン CVM-70 はエンド領で作戦を終えた後、フィリピン海で確認されているぜ。そして1月10日に母港サンディエゴを出港したエイブラハム・リンカーン CVM-70 には、1月18日現在で日本近海に現れており、まさに異例中の異例と言える布陣だな。布陣といえば、カール・ビンソンが率いる空母打撃群から遠くないところには、強襲揚陸艦アメリカを主軸とする遠征打撃群と、同型の強襲揚陸艦エセックス両用即応軍が布陣している状況だよ。ちなみにアメリカ LHA6、4万5000トンとエセックス、LHD2、4万1000トンは他国の軽空母より大きく、実質的に軽空母と呼称しても問題がないスペックなんだ。これらの空母群には、最新ステルス戦闘機 F-35 が搭載されていることも見逃せないよね。カール・ビンソン・エイブラハム・リンカーンは F-35C 空母搭載型を、アメリカ・エセックスは F-35B 垂直離着陸型をそれぞれ搭載しているので、かなり強力な攻撃力を有している状況となっているよ。このように、空母3隻と強襲揚陸艦2隻が同じ時期にインド太平洋地域に現れたのは異例であり、アメリカの金融分析家ケビン・ベイカー氏はツイッターでベトナム戦争以降、この地域での最大の空母集結とし日本の海上自衛隊もアメリカ海軍と共にいるはずとコメントし、海上自衛隊がアメリカ海軍と共同補強をとっていることを示唆したようだね。実際に、海上自衛隊の公式発表では、2022年1月17日から22日にかけて、空母カール・ビンソンとエイブラハム・リンカーンそれぞれの空母打撃群と海上自衛隊護衛艦ヒューガが、沖縄南方のフィリピン海上で共同訓練を行っていて、アメリカ海軍も自由で開かれたインド太平洋地域を守るために、海上自衛隊護衛艦との共同訓練を実施したと公式発表し、訓練の事実を認めているよ。これらの空母2隻以外には、アメリカ海軍からタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦レイクシャンプレインモービルベイ、アレイバーク級ミサイル駆逐艦チャフィーグリッドレイスプルアンス、強襲揚陸艦アメリカエセックス、ドック型揚陸艦パールハーバーが加わっていたようで、尖閣諸島の花の先とも言える位置で、中国に対して牽制行動を行ったものと思われているんだ。この牽制に刺激を受けたのか、この訓練が終了した翌日には台湾の防空識別圏 ADIZ に中国軍機の編隊が侵入、殲16戦闘機24機、殲10戦闘機10機、YQ 輸送機2機、Y8 対戦哨戒機2機、核爆弾を搭載可能な H6 爆撃機1機の39機が台湾領空を侵犯したよ。訓練を行ったのは日本とアメリカなのに、なぜ台湾を領空侵犯する必要があったのか、関係ない国を巻き込まないでほしいよ。中国の姿勢からはアメリカを直接刺激したくない声と、アメリカ空母打撃群の同声を調査するためにリー行動に出たのと、この3つの理由があると見られるな。ちなみに、中国からは特にこのことについてのコメントは発信されていないようだぜ。カール・ビンソンとエイブラハム・リンカーンは、海上自衛隊との訓練後にはそれぞれの空母打撃群を率い、1月23日に南シナ海に展開し、対潜、対空、対水上艦訓練などを実施していて、アメリカ海軍では同盟国へ安心を与え、有害となる影響に対抗し排除するための決意を示すとして、中国に対する G 行動を行うことを明らかにしているよ。2022年2月には、横須賀基地で整備を続けている空母ロナルド・レーガンの整備も完了し、いつでも出航可能な状態になるとされており、最終的には東アジアにおいてアメリカ海軍の空母が3隻展開されることになり、これは2017年11月に北朝鮮が核実験や弾道ミサイルの発射実験を繰り返した時以来となるね。2017年11月の時には、空母に3つセオドア・ルーズベルトがアメリカ本土から来訪し、横須賀を母港としているロナルド・レーガンと合流し、日本海で軍事演習を展開し、この演習には韓国海軍艦艇も参加した実績があるんだ。そのため、今回の空母群集結も北朝鮮に対する警告性のメッセージではないかという解釈がなされているよ。実際、2022年になって、北朝鮮は4回のミサイル挑発をし、北朝鮮の金正恩国務委員長は核実験大陸間弾道ミサイル ICBM 発射中止の見直しを示唆し、アメリカに対して直接対話を暗に訴えている状況だからね。ちなみに、2017年11月のアメリカ空母群集結時には、北朝鮮も一時的にミサイル発射実験を休止し、その後韓国との対話路線に転換した経緯もあることから、アメリカが何らかの威圧的な意図を持って空母群を日本近海に集結させていることは間違いないようだぜ。
なお、この時点で北朝鮮からはアメリカに対する公式的な反応はないものの、韓国に対しては水面下でアメリカとの交渉への仲介を依頼しているのではないかとの説や、韓国に対しては米韓合同訓練をやめろと韓国に対していつものように圧力をかけている説も出てきているな。また、2017年と違う点は、演習を展開している海域がフィリピン海及び南シナ海であることだね。前回は日本海に展開したという意味で、北朝鮮のみをターゲットとした威圧的行動だと思われたんだけど、今回は中国がメインの相手であり、北朝鮮はついでにプレッシャーをかけておいた、と見てもいいかもしれないね。今回の出動時に、韓国海軍には及びがかかっていないことなどから考えれば、明らかに中国への警告であり、北朝鮮はそのついでと見てもいいんじゃないかな。アメリカがこのタイミングで、あえて中国を刺激したのはオリンピックを睨んだ行動であったとも言われているな。2022年2月から北京での冬季オリンピック開催を控えている中国は、世界平和を希求する国家としてのイメージ作りに躍起なことから、活発な軍事活動を控えているんだが、そのタイミングを狙ってアメリカがプレッシャーをかけていると見てもいいんじゃないか。アメリカもなかなか痛いところをついていくね。ただし、アメリカもこれ以上中国ばかりを相手にしているわけにはいかないんだよね。2022年1月になって、ロシアがウクライナへの侵攻を示唆しているウクライナ危機が続いていることから、西と東でロシアと中国が同時に暴発した場合、アメリカがどこまで対応できるのかといえば、少なくともアメリカ自身には二方面作戦を展開する際の不安があるんだろうね。そして、中国の動きに合わせて北朝鮮も暴発することがあれば、もはや日本を戦争に巻き込むななどと叫んでいる場合ではなくなり、日本に何らかの被害が降りかかってくるのは間違いなく、降りかかる日の高毒力で、払わなければならない状況にもなりかねないんだ。2020年代になって、航空兵力の優位さが軍事力の優位を生むことは、どんな軍事アナリストでも納得できることだよね。そういう意味では、中国が空母を保有し、さらに空母を建造している事実、そして南沙諸島や尖閣諸島、台湾などで領土的野望を隠そうとしていないことは、アメリカとして看過できることではないんだ。中国をこのまま放置していると、あの北朝鮮ですらアメリカ恐れるに足らずと図に乗って、超音速ミサイルをガンガン撃ちまくってしまうわけだからな。だからこそアメリカとしては、中国と北朝鮮に対しては何らかのプレッシャーをかける必要があったんだね。そしてロシアに対しても同様だね。ウクライナをめぐってアメリカとロシアが直接対決の構図を見せているわけだけど、アメリカからすれば極東地域において軍事的優位を見せることで、ロシアの暴発を抑制する意図があることは十分に考えられるんだ。ロシアとて、ウクライナと対決するだけの戦力は十分に有しているものの、その後ろ盾である NATO、そしてアメリカまでを敵に回して戦うことは考えていないはずで、アメリカがどこまで本気なのかを知りたがっていることは事実だと思うよ。そして、その答えが極東に空母3隻が集結というものであったならば、ロシアは今までの威圧一辺倒な態度を改めることになるだろうぜ。1月28日には NATO の東欧地域へのこれ以上の拡大を望まないなどと、自らが手を引く交換条件を暗に示唆しているくらいだしな。プーチン、習近平、そしてキム・ジョンウン、彼らの全てが話してわかる相手ではないのは、彼らの言動から明らかであり、その野望を思いとどまらせるにはその野望を砕くだけの戦力を見せつけるしかないもんね。そういう意味では、アメリカの今回の行動は強烈な G 行動になっていることは間違いないよ。そして、日本も同盟国として何らかの対応を迫られていることは、十分認識しておく必要があるんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。おいおい、まったく中国は一体何がしたいんだよ。日本だけじゃ飽き足らず、台湾にもバンバンちょっかい出してるよな。ほんとだよ、日本にも海だ、空だと、ちょっかいかけてきて、一体何がしたいんだか。あれだけでかい国だぜ。人口だって多いし、最近の経済成長は世界トップレベルだよ。他国にちょっかいかけないで、自分の国を良くすることだけ考えてればいいじゃねえか。今回も怒ってるね。全くその通りで、ここ数年の中国の近隣のアジア諸国への圧力は異常だよね。本当に一触即発って感じだよね。日本への圧力はみんなも知っての通りだけど、ここ最近は台湾への圧力が目立ってきてるよね。この中国の台湾への威嚇とも言える行為に対して、世界の警察と言われているアメリカも黙ってはいなかったよ。アメリカ軍も、
超音速戦略爆撃機 B-1B を出撃させて、中国の防空識別圏に侵入し中国を牽制する動きに出たんだ。そりゃあまさに一触即発の牽制行為だよな。アメリカも本気を見せたってことか。それじゃあ今回は中国と台湾の関係性と、中国の防空識別圏に侵入したアメリカの爆撃機 B-1B について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。中国の台湾への圧力は2020年頃からさらに強くなってきた。ちょうどその頃は、アメリカの前トランプ大統領が、混乱が起きているタイミングで、中国は東シナ海などで、軍事的活動を活発化させていたんだ。2020年9月以降、中国軍機が連日台湾領空へ領空侵犯行為を犯していて、これに台湾空軍も連日スクランブル発進で対応していたんだ。アメリカがごたついてる時だから、ここぞとばかりに圧力を強めてきたってわけだな。相変わらず、やり口が汚ねえな。台湾空軍は連日の度重なる緊張とスクランブル発進により、かなり疲弊していたと言われてるんだ。この当時、台湾の F-5E 戦闘機、F-16 戦闘機が墜落したり、行方不明になる事故が発生したんだ。それは、仕方のないことで台湾の F-16 戦闘機は1990年代に、アメリカから調達したもので、老朽化が問題視されてたんだ。そこに来て、中国側の威嚇行為により度重なるスクランブル発進で、機体への負荷が増えて事故が頻発したのではないか、と言われてるんだよ。台湾空軍の戦闘機はそんなに古いものだったんだね。でも中国が領空侵犯してくる以上、無視はできないもんね。その事故により台湾空軍は保有する F-16 戦闘機150機すべてを飛行停止にしたんだ。これで台湾空軍の防空能力は完全に弱まってしまったよね。かなり厳しい状況で対応してたんだな。しかし老朽化した戦闘機でこれ以上事故を起こすわけにもいかないだろうしな。苦渋の決断だったろうな。もちろん、世界の警察アメリカはこの状況を見過ごすわけはないよね。この中国の動きを牽制するために、アンダーセン空軍基地から、アメリカが保有する超音速戦略爆撃機 B-1B を2機空中給油機を随伴して出撃させたんだ。アメリカ来たー。中国をギャフンと言わせてくれ。台湾の北東側から東シナ海海上に設定されている中国の、防空識別圏へ侵入して中国の動きを牽制したんだ。香港の日刊紙の記事ではアメリカの戦略爆撃機ほどの大型機を、中国の防空識別圏に侵入させて飛行させることは稀であり、非常に直接的な、中国への警告だと推測すると報道したそうだよ。その通り直接的に決まってんだよ。それくらいやらないと中国は引っ込まないからな。よいやったぜアメリカさん。中国の防空識別圏に侵入した B-1B 機ってどんな戦闘機なの？そうだね。それじゃあアメリカの超音速戦略爆撃機 B-1B を見ていこうか。元々の名称はロックウェル B-1 で米空軍が運用する可変翼の超音速戦略爆撃機なんだ。初飛行は1974年で現在まで104機が生産されている。公式の愛称はランサー。乗員は4名。全長45メートル。全幅42メートル。全高10メートル。ターボファンエンジンを4機搭載。設計と生産はロックウェル社の航空宇宙部門が担当していたんだけど、現在はボーイング社が吸収して B-1B 機の供給を行ってるんだ。かなり大型の機体なんだね。どんな任務に運用されてたの？ B-1B の導入当初は、敵国への超低空飛行侵入による核攻撃、通常爆弾による戦略爆撃、巡航ミサイルの発射母機として運用がされる予定だったんだ。でも1993年に米ロで調印された第二次戦略兵器削減条約により、1994年より核攻撃任務は B-1B の任務から除外されたんだよね。アメリカの爆撃機は、B-1B ランサー以外に B-52H ストラトフォートレスと、B-2 スピリッツと3機種あるんだけど、B-1B がアメリカが保有する戦略爆撃機の中では、最大の爆弾搭載量と、唯一の超音速飛行能力を有する戦略爆撃機なんだ。ステルス性能については、本格的なステルス性能を追求した。B-2 スピリッツには劣るんだけど、B-52H の100分の1のレーダー反射断面積となっていて、大型機でありながら、レーダー上では小型戦闘機レベルで、表示されるほどの、ステルス性能は確保してるんだ。戦略爆撃機でもいろいろあるんだな。ところで B-1B は実戦経験があるのか？そうだね。B-1B の実戦経験は、2001年のアフガニスタン紛争、2003年のイラク戦争、2011年のリビア内戦、2015年、2018年のシリア内戦と、かなりの回数実戦投入されてるよ。B-1B 大活躍じゃないか。そんなに実戦に出てるんだな。
そうなんだよね。B-1B 機には最新鋭の兵器が搭載される予定になっていて、今後も活躍していくと思うよ。最新鋭の兵器か。それも気になるな。少しそれにも触れておこうか。それは米軍の最新鋭の長距離巡航ミサイル、統合空対地スタンドオフミサイルを搭載予定なんだ。このミサイルは最大射程距離925キロとなっていて、将来的にはなんと1900キロまで射程を伸ばした改良型が開発される予定なんだ。B-1B はこのミサイルの運用能力を持っているという話だよ。戦場から遠く離れた長時間対空しながら、地上からの要請に応じた、対地攻撃を実施できるようになり、B-1B の任務の幅はさらに広がることになるよね。B-1B 爆撃機はこれからさらに進化していくんだね。実際にアメリカは B-1B を何機くらい運用してるの？正直はっきりした情報はなくて66機くらいではないかと言われているよ。2016年には米統合軍アメリカインド太平洋軍科のグアムに所在する、アンダーセン基地に配備されているそうなんだ。この基地から北朝鮮に飛行する場合、約2時間で到達可能で、近年核兵器開発や弾道ミサイル発射実験での威圧行為を強める、北朝鮮への抑止力としても大きく貢献しているよ。アメリカ空軍はこの3種の戦略爆撃機を2036年まで運用することを予定しているんだ。こんなすごい爆撃機がアメリカにあり、それが自国の防空識別圏に侵入してきたんだから中国もビビっただろうな。これで少しはおとなしくなってくれればいいんだけどな。それがね、中国も強気な姿勢を見せてるんだ。2020年9月に SNS 上に中国空軍が投稿した動画が話題になったんだ。中国の爆撃機がグアムのアンダーセン基地を模した標的に対して、空対地巡航ミサイルで攻撃を行うという内容だったんだ。これは明らかに中国によるアメリカに対しての威嚇行為だよね。アメリカも実際に攻撃が可能だと判断したのか、B-1B をアメリカ本土に呼び戻すという動きを見せたんだ。中国の威嚇行為がアメリカを引かせたということなのか。そうだね。動画を投稿したタイミング的にも我々はいつでもそちらを攻撃できるんだぞ。という警告だと思うんだよね。中国は現在軍事費世界2位なんだ。最新の弾道ミサイルや、長距離巡航ミサイル、極超音速兵器の開発もどんどんと進めている。中国がアメリカと同等の軍事力を持てば、アジア地域のアメリカによる抑止力は弱くなってしまう。そうなると、台湾だけじゃなく日本もアジア各国も、中国の脅威にさらされることになるよね。そうなった時の対策や、そうならないためのこれからの外交にも今後注目していこうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。ここで一つ雑学の話でもしてみようか。桃太郎のお供はなぜ犬、猿、キジなの？って思ったことない？え？可愛いから？そんなわけねえだろ。それじゃあ説明していこうか。なぜ犬猿キジとなったのかというと、鬼門に関係があるんだよね。鬼門とは方角的には北東であり、鬼や邪気などが出入りする方角だとされているんだ。そして、その反対の方角である南西が裏鬼門と呼ばれていて、裏鬼門に位置している十二支が犬猿鳥なんだ。そのため、裏鬼門に位置する動物が鬼退治のお供として抜擢されたんだ。他にも諸説あるみたいだけどね。へぇー。だね。ありがとう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 。日英の共同開発である F3 戦闘機だけど、今年度から本腰を入れていくみたいだね。共同開発ってすごくワクワクするよね。イギリスと手を取り合って開発なんて期待しないなんて無理だよ。実際にはいろんなおもろくがあるんだろうが、何にせよ楽しみではあるな。レールガンの開発も進めていくみたいだし、確かに楽しみだね。さて今回はそんな日本とイギリスの共同開発である磁気 XF9 の実証実験について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。磁
士防衛大臣が2022年度に F2 の後継機となる次期戦闘機開発を加速する方針を示し、必要な予算も計上され急加速で開発が進むことになりそうな雰囲気が見えてきたよ。冒頭で紹介したように今回は、この次期戦闘機開発にかかる予算などを詳しく見ていくね。そういえば、今回の防衛予算では電磁式レールガンや高出力マイクロ波なども開発予算が計上され、近未来の装備開発も同時に展開しているようだけど、日本のお家芸とも言える電子機器の分野でどの程度正解レベルの兵器を開発することができるのかが注目されているんだ。2021年12月22日、岸防衛大臣が記者の取材に答えて、令和4年度2022年防衛予算の当初予算案に現在開発を進めている航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が858億円であること、電磁波を用いたレールガンや高出力マイクロ波照射装置の研究開発事業費として、137億円を計上することを鈴木財務大臣と合意したことを明らかにしたよ。かなりの予算が計上されるとのことで、関係者や軍事アナリストら驚きの声を上げていたが、もっと驚いたのはレールガンなど、アメリカなどがすでに開発に取り組んでいる分野に、日本として参入することを初めて明らかにしたことだな。取材の際、岸防衛大臣は近未来の戦闘において航空優勢を確保することは必須であると述べ、そのためには次期戦闘機開発においても、性能を確保するための技術供与などを前提とした国際協力を視野に入れることで、着実に開発を進めていくことができるとしたんだ。さらに、防衛省が研究を進めてきた電磁レールガンの研究開発についても語り、将来的にゲームチェンジャーとなりうる最先端の技術であることを踏まえて、今後も研究開発を加速していく必要性を記者団に説明したよ。F2 に代わる次期戦闘機については、2035年の配備開始を目指していて、中期防衛力整備計画において国際協力を視野に入れ、我が国主導で開発を進める方針がすでに固まっており、アメリカとの共同開発が進められているんだ。2020年末には、これまでの航空機運用を重視した結果として、アメリカのロッキード・マーティンをインテグレーション支援パートナーとして選定、その他の航空機用ジェットエンジンやアビオニクスの電子機器やシステムについては、イギリスと協力の可能性を追求していくとされているみたい。さらに防衛省は、2021年12月22日に、次期戦闘機のエンジンについて、日本の IHI とイギリスのロールス・ロイスとで共同開発を進めることが正式に決定したことを明らかにし、2022年4月1日から実証実験を開始することを発表したね。両社の共同開発においては、エンジンのみならず、エンジン搭載にあたる部分の機体本体の開発についても検討していくとしたぜ。この共同開発により、製造コストなどの費用削減を図るとともに、将来的には次世代戦闘機を販売輸出することも視野に入れていると思われるな。一方、ロールス・ロイスも防衛省の発表を受けて、共同開発の事実を認めるとともに、会社として公式コメントを発表したんだ。発表文によるとこのエンジン実証プログラムは、日本とイギリスが共に将来的に必要とする次期戦闘機の開発に重要な一歩であることに触れ、将来的には両国において数百名規模の雇用創出につながる可能性を期待していることを明らかにしているよ。ロールス・ロイスでは、この計画の実現に向けて3000万ポンド約45億円の初期投資を行うことを明らかにし、さらに実証機開発に2億ポンド約304億円の資金を投入する方針を示しているんだ。ロールス・ロイス防衛部門の開発責任者曰く IHI との共同開発チームは、両国の次期戦闘機に求められている要件を満たすために必要であったことを明らかにし、互いの技術補完によってクリーンかつ強力な推進力を持つ戦闘機用エンジンをもたらすことが見込まれることから、両国にとって、両者にとって利益があると述べているよ。ここ数年、日本とイギリスの軍事面での連携は令和の日英同盟と呼ばれるほど濃密になっているし、イギリス単体での動きもかなり大きくなっているよね。イギリスは、すでにイタリア、スウェーデンと共に次世代航空機開発プロジェクトであるテンペストプログラムを発動しており、2035年の実戦配備を目指して研究開発が継続されているよ。この2035年という区切りは、今回共同開発を行うことになった日本の次期戦闘機の開発スケジュールと一致していることから、テンペストプロジェクトへの実質的な日本参入とも受け止められているんだ。また、
次期戦闘機用の高性能レーダーの開発についても、防衛省が41億円の予算を投じてイギリスとの共同研究事業を開始していることから、日本の得意な電子技術において次世代戦闘機の開発に参入し、世界トップレベルの次世代戦闘機の開発ノウハウを得たい意向が透けて見えるね。さらに防衛省は、2021年度からの継続事業として、イギリスと共同研究を進めている戦闘機搭載用の中距離空対空ミサイル AAM の、研究費用12億円も予算要求を行っているよ。このミサイルは、JNAM 共同による新たな空対空ミサイルと呼ばれ、2014年4月の防衛装備移転三原則に基づいてイギリスとの共同研究として開始されていたものだね。具体的には、イギリスのミサイルメーカー MBDA 社が主導して開発された、アクティブレーダー誘導の視界外射程空対空ミサイル BVRAM ミーティアに、三菱電機が開発した小型電波シーカー技術レーダーを組み合わせ、次世代戦闘機に空対空ミサイルとして正式採用を目指しているものとなっているよ。JNAM は2022年には研究試作品が完成させ、2023年までに性能試験などを実施する予定で、結果が良好であれば量産化と配備を進めることにしているんだ。このように、イギリスとの関係性を深める一方で、アメリカとは次世代戦闘機の開発を継続している二枚舌的な防衛省の姿勢には、批判と疑念を持つ人もいることは事実だよ。だけど、いずれの航空機もまだ試作機が登場しているわけではなく、日本としては確実に抑止力となりうる戦闘機の運用を目指したいところから、二枚舌になってもやむを得ないのではないかとの声もあるんだ。性能のいい次世代戦闘機を選ぶ。日本の国防においては当然のこととら言えるが、アメリカやイギリスといった関係国との利害関係をうまく調整していくことが望まれているな。うんうん。そして、岸防衛大臣が記者に対してゲームチェンジャーと語った、次世代兵器として期待を寄せる将来レールガンにも注目していくよ。レールガンとは、電気磁力によって物体を加速して打ち出す装置を総称しているもので、電磁投射砲 EML 電磁加速砲などが同種の兵器とされるよ。レールガンの原理は、2本電極棒のレールの上に金属の団体を乗せ、電流によって電磁力を発生させて、その反発力によって金属団体を射出するという単純な構造だね。すでに世界各国で研究開発が進められており、日本の他にもアメリカ、ロシア、中国、トルコが軍事研究を進めているよ。SF やアニメの世界が現実になりつつあるね。開発競争にリードしているのはアメリカで、すでに中東では陸上及び海上でテストを実施して、実用化にリードしているとされているが、トルコはすでに兵器への応用可能な電磁砲の開発に成功して、国際防衛見本市で販売を開始しているんだ。レールガンが、なぜここまでもてはやされているかといえば、やはり低コストであることだろうね。あとはやっぱりロマンだよ。レールガンで用いるのは通常の金属で作られた団体のみでいいからね。団体は既存のミサイルよりはるかに安価で製造でき、火薬を使用して発射する弾丸よりも高速かつ長射程を確保することができるメリットがあるんだ。もちろん、既存の兵器にはないデメリットもあるよ。一番のデメリットは、かなりのエネルギーを必要とすることであり、電磁波を発生させるためにかなりの電力を必要とするものの、そのエネルギー源が確保できていないことだね。仮に電力を確保しようものなら、それを生み出す機関はかなりの大きさを必要とし、一般的な護衛艦などの船体に搭載できるだけの小スペース化が難しく、かといって石油等の通常電力だけでは必要な電気を供給できないことから、兵器としての実現が難しいとも言われているんだ。以前に実験に成功したアメリカであっても、艦艇に搭載する技術と電力供給が難しいことから、開発を断念したとも伝えられているからな。だけど日本は対極超音速兵器迎撃や迎撃困難な長射程対艦攻撃の兵器として、レールガンの開発を継続することを表明しているよ。また同時に、近未来の兵器として活用が検討されている高出力マイクロ波照射装置も、引き続き開発を継続するとも述べられているんだ。この兵器は、無人ドローンによる一斉攻撃を回避するために、その行動を無力化する兵器として安価であるとされ、すでにアメリカ空軍研究所 AFRL では、ドローンに対して高出力マイクロ波を照射して撃墜する防衛システムトールの試作に成功しているようだね。近未来の戦争においては、ドローンなどの無人機が活躍するとも言われており、爆薬等を搭載したドローンが大量に飛来した場合、ミサイルや銃器による防衛では全ての攻撃を防ぐことが難しい実情があるぜ。そのため、無人機を撃墜する際に、
高額なミサイルを大量に消耗するよりも、マイクロ波でドローンを撃破する兵器であれば、同時に複数の目標に対応でき、ミサイルと比べて低コストなことから、今後導入を目指す国が増えてくるものと思われるな。世界的な風潮から見ても、レールガンとマイクロ波兵器は日本にとってもメリットが大きいことは事実だよ。国防の強化のためにも、開発を急ぎたい次世代兵器であると言えるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ユーロファイタータイフーンってなんだかすごい名前だよね。単語の組み合わせ方が心をくすぐられるよ。確かに特徴的な名前だよな。直訳すると、ヨーロッパの台風戦士、になるのか。強そう、ではあるのかもね。さて今回はそんなユーロファイタータイフーンについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ユーロファイタータイフーンは、NATO 加盟国のうちイギリス、ドイツ、イタリア、スペインの4カ国が共同開発した第5世代戦闘機なんだ。主な特徴として、デルタ翼とコックピット前方にカナード前翼を備え、カナードデルタと呼ばれる形式の機体構成を持つマルチロール機として設計されているよ。ユーロファイタータイフーンは、開発を始めたのが1980年代と、まさに冷戦期真っ只中だったんだけど、関係する各国の利害調整に時間がかかった結果、実質的に運用が開始されたのが2000年、すでに冷戦期は終わりを迎え、ヨーロッパ全体が平和と協調を迎えていた頃だったんだよね。でも、ユーロファイタータイフーンの存在が不必要になったのかといえば、別の目的がその計画を支えたんだ。別の目的って、冷戦が終わったということで、軍拡競争が終わりを迎えたことは、各国において軍事費の削減を求められることになったんだよね。自国で独自に兵器を開発し、それを運用していく時代は終わり、コストダウンのために各国と共同開発した兵器を運用する時代が到来したってこと。ユーロファイタータイフーンは、そのコストダウンの目標達成のために、様々な仕様変更が繰り返された結果、2000年代の主力戦闘機として活躍する、はずだったんだけど、今回はユーロファイタータイフーンにまつわるエピソードなども紹介していくよ。さて、ユーロファイタータイフーンは、コストダウンを狙った設計変更を繰り返した結果、欠陥機と呼ばれるほどの初期不良に悩まされることになったんだ。2004年には、コンピューター及びディスプレイの問題で悪天候時の高機動運動が危険であると報じられ、同年10月にはドイツ国防省が後部胴体に欠陥を見つけたことにより、新規機体の納入の見合わせと年間飛行時間を現行の3000時間から1500時間に減らす決定をしたことが報じられたね。オーストリアに至ってはユーロファイタータイフーンの最新鋭モデルトランシェ2を導入する計画があったんだけど、その導入経緯を発端として国全体の論争が巻き起こり、その結果政権交代が実現してしまう事態にもなったんだ。そのオーストリアの結局は契約違約金の関係で前モデルのトランシェ1を導入せざるを得なくなってしまい、結局目指そうとしたことが何もできなくなったという悲劇を生んだんだよな。なぜ不良品と言われる機体購入するのかという議論がオーストリア国内で巻き起こった時、関係国はどんな気持ちだっただろうな。また、アラブ諸国でもユーロファイタータイフーンの導入が検討されているようだけど、価格面が高額であること、メンテナンス環境が整わないなどの諸問題が生まれているね。特に、高額の費用を要するため、アラブ首長国連邦などでは全モデルのトランシェ1の購入を希望したところ、契約交渉が打ち切りになってしまった実例もあるよ。このように不良がある購入時の障壁が高いなど、紆余曲折の多いユーロファイタータイフーンだけど、この計画に不良が絡んだことで、計画に狂いが生じてきたんだ。この計画は、完成後に希望する諸外国に機体を販売する武器輸出プロジェクトでもあったからて、生産にはヨーロッパ国内の主要な航空機メーカーや軍需産業メーカーが関与しているよ。これは、冷戦が終わった後にそれらの産業が衰退することを防ぐため、分散生産の名のもとに企業の利益を担保する狙いがあったんだ。でも、欠陥機の評判がついた機体を諸外国が購入するのか、とディノンスがついた以上、関連する企業ら戦線協業となったわけだな。2008年8月のイギリス経済誌フィナンシャルタイムズは、イギリス国防省が発注したユーロファイターの一部が財政難で購入が難しいことを明らかにしているよ。実際、イギリス政府も軍事費の削減を迫られているものの、同じプロジェクトに参加していることもあって購入ノルマは果たさねばならないことから、他国に契約の一部を譲り渡して軍事費の削減を検討しているんだ。
購入しないという決断は驚きを持って受け止められたんだけど、候補に上がった日本はどのように反応したのか、気になるよね。考えてみれば、欠陥機かもしれない戦闘機を無理やり買わされるとなれば、こんな関係はご遠慮したいものだよね。だけど、ユーロファイタータイフーンをめぐる話にはまだまだ続きがあるようで、日本には購入を打診しただけでなくライセンス生産の打診まであったと言われているよ。これは、2008年に BAE システムズが明らかにしたもので、機体の購入について打診したことは否定したものの、ライセンス生産を前提とした提案活動を行っていると強調したんだ。ここで特筆すべきは、この提案の中にはブラックボックスを設けないことが盛り込まれていたようなんだ。ブラックボックスとは、端的に言えば軍事機密であり、ライセンス生産を許してもこの部分は一切触らせないという部分のことだね。お隣の国韓国を例に挙げると、韓国には多くのアメリカ製兵器が導入されているんだけど、アメリカは韓国と北朝鮮の関係性を疑っているから、当然ブラックボックスが存在するよ。韓国が何を考えていたかはわからないけど、ブラックボックスを開けてしまった事件があったよね。実際の事例だけど、戦闘機やヘリコプターに搭載されているブラックボックスの暗視装置に触れ、何を思ったか分解してしまい、ブラックボックスに仕掛けられた細工も知らなかったのか、すぐにアメリカに探知されてしまい、事情の説明を求められる事態になったんだ。韓国のミステイクは暗視装置だけでなく、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車など最低でも20種類前後に上るとされており、アメリカからすれば同盟国の裏切り行為にあっているわけで、2000年代になってアメリカから韓国に対する軍事的技術供与はほぼゼロになってしまったんだ。このように、ブラックボックスがどれだけシビアな取り扱いが必要なのか、分かっていただけたと思うけど、ユーロファイタータイフーンでは、このブラックボックスを日本なら触っていいと言ってのける実情は、本当に売り込みたいのだろうなって意欲が伝わってくるよね。ちなみに、ライセンス生産を持ちかけられたのは三菱重工業、三菱電機 IHI という、日本の軍需産業を支える企業ばかりで、具体的に話し合いが進められているとされているな。2011年10月の産経新聞においても、ブラックボックスの開示や、日本国内でのライセンス生産容認、日本国産兵装の搭載が可能であることから、日本に最も好条件な案件とのことで、自衛隊の次世代戦闘機としてユーロファイタータイフーンの導入を進めるべきだとの社説が掲載されたんだ。実際、自衛隊内では F-35 とユーロファイタータイフーン、この2機種について具体的な導入検討がなされていたようだね。最終的には F-35 が採用されたんだけど、この決定にあたっては前述したユーロファイタータイフーンの不具合が大きな影響を及ぼしたようだよ。実際、自衛隊の次世代戦闘機はアメリカから導入することがほぼ規定路線とされていたんだけど、その動きは2020年代になって急激に変化しているんだ。当初、アメリカが開発している F-35 を購入し入れ替える構想であったものの、すでに6兆円を超える開発費用がかかっており、日本としてもこの経費負担が大きな課題となっていたんだ。そこに、イギリスがユーロファイタータイフーンの案件を提案したよ。イギリスが日本に提案した内容は、これだけではないんだ。イギリスが独自に進めている次世代戦闘機の開発プロジェクトテンペストについて、自国が主導するという立場を堅持しながら、開発費の低減と開発期間の短縮を図るため、諸外国に開発計画への参加を呼びかけており、日本もその諸外国に含まれているんだよね。イギリスはテンペスト計画への諸外国の参加にあたって、技術協力でも構わないというスタンスを取っていて、日本とアメリカとの関係性についても配慮している部分を見せているよ。日本政府としても、対艦ミサイルの技術供与など、すでにイギリスと軍事面での関係を強化していたところに提案があり、前向きに検討する余地があったんだろうね。2021年12月になり、次期戦闘機のエンジンの実証事業をイギリスと共同で行うことを発表したんだ。このように、ユーロファイタータイフーンの導入について、日本ではその実現がなくなったわけだけど、それをきっかけにイギリスとの軍事面での関係が密になっているのは事実だと思うんだ。でも、日本がアメリカとの関係を見直すわけではないんだよね。イギリスとアメリカ、そして日本の共通する仮想敵国が存在するからこそ、この三者の連携が実現するってわけだね。そうそう、その仮想敵国は、もう言うまでもなく、中国を指していることは間違いないんだ。
中国の覇権主義は、南沙諸島や尖閣諸島などに及んでいるほか、インド洋や太平洋に対してもその野望を隠そうとしていないよね。独自に空母を開発し運用しようとしている以上、その覇権主義が目指すところは明確だし。イギリスもアメリカも、中国に対抗しようとすればその隣国である日本との関係を密にすることは、メリットしかないからな。特に、日本が軍事力の強化を図れば、その分離国の軍事的な負担を軽減することもでき、同盟国として日本との関係をさらに強固にしようとするはずだぜ。中国もそのことをわかっているのか、尖閣諸島での領海侵犯、日本近海における潜水艦の諜報活動などを活発にしており、しばらくは緊張した状況が続くと思うね。さて、最後にもう一度韓国の話に戻るけど、日本がどんどん軍事面で成長することを批判するばかりの韓国は、ユーロファイタータイフーンの導入についてもなぜ我が国には話がないと、韓国側から購入の相談があったみたい。もちろん、あまり相手にされなかったようだな。いろいろ買い叩かれそうになった挙句、結局は多企業との入札になった結果、入札には参加したものの高額入札して、事実上撤退したそうだね。ある意味正解だね。ちなみに韓国、次世代戦闘機の導入について自国開発をぶち上げているけど、アメリカも協力してくれない、ヨーロッパも無関心となれば、日本から技術を盗むしかないんじゃないかな。迷惑な話だけど、それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。オーストラリア海軍が新型潜水艦の導入計画を立てているみたいだね。世界各国が軍備の拡張を着々と進めているね。中国が各国の軍事力を図らずとも引き上げていると言っても過言ではないな。現状で少なくとも日本や周辺諸国にとっては中国が最大の仮想敵国だからね。さて今回は冒頭で紹介した通り、オーストラリア海軍の新型潜水艦導入計画についてと、オーストラリアが双流型潜水艦の問題点を指摘したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。オーストラリア海軍は、1996年より収益を開始させたコリンズ級潜水艦を6隻廃配備していたんだけど、製造したオーストラリア国内企業の技術水準が不足していた影響で、コリンズ級は静粛性及び信頼性が低く、故障も頻発して稼働率も低いという状況であったため、2000年代後半より後継艦の検討が開始されたよ。この後継艦選定には、ドイツの216型潜水艦、日本の双流型潜水艦、スウェーデンの A26 型潜水艦の拡大型、フランスのバラクーダ級原子力潜水艦の通常動力変更型が候補に上がり、一時は日本の双流型潜水艦が最有力候補であったものの、最終的にはフランス案を採用、2018年12月にアタック級潜水艦と命名され、開発がスタートされたんだけど、2021年9月、フランス側の開発計画の遅れやアメリカが原子力潜水艦技術を、オーストラリアへ提供することに合意したこともあり、アタック級潜水艦開発計画は中止される結果になったんだ。さて、オーストラリアが指摘した、双流型潜水艦への課題点のオーストラリア側の指摘事項だけど、まず低い自動化率。双流型はコリンズ級よりも7名乗員が多いからな。次に生活空間が前型ハルシオ型よりも狭いことだね。双流型の水中排水量は4200トンと大きく見えるものの、基準排水量は2900トンであり、コリンズ級よりも基準排水量は少ないため、実質的な生活空間はコリンズ級の方が広いんだ。また、コリンズ級は一人一ベッドが実現しており、食堂も全乗員が入れるスペースを確保しているが、双流型には、そのような設備はないんだよね。双流型の内部空間が、日本人向け平均身長 160cm であり、平均身長 170cm のオーストラリア人には狭いことも挙げられたな。他にもコリンズ級と比較して航続距離が短く、巡航速度も遅いことや、コリンズ級に比較して推進機の出力が低いことなど、双流型は3900馬力であり、コリンズ級は予備機関2000馬力を除いても6000馬力あるんだ。この他にもベッドサイズをオーストラリア平均身長 170cm のサイズにすること、女性専用スペースの設置、炊飯器からパン用のオーブンへの機器変更、アルコール飲料を保管するための冷蔵庫の追加設置、洗濯機の新設等を要望していたよ。指摘に対する日本側の対応だけど、このような指摘を受けた日本は、生活空間の不足については、
双竜型の全長を現状の84メートルから90メートル以上に拡大することにより解決。また、双竜型11番艦より搭載されるリチウムイオン蓄電池を搭載することで、航続距離と巡航速度の改善を図っているよ。さらにオーストラリアから要望があったベッドサイズの変更なども実施し、オーストラリアの気候に合わせて、新型吸音タイルと振動低減装置を改良することで静粛性を高める改善も実施したんだ。これらについての韓国ネットの反応では、双竜型は基準排水量と水中排水量の差が1300トンもあるのか。乗員数は我が国の土産アンチャホ級潜水艦水中排水量3800トンは50人程度だから、双竜型よりも我が国潜水艦の方が居住性は高いだろう。居住性は潜水艦の必須性能ではないが、それでも居住性が良い方が乗員の士気向上や作戦期間にも密接に関係してくるだろうね。ただし、土産アンチャホ級は2021年就役の潜水艦だから、就役時期的には、双竜型ではなく、その後継艦の太平型潜水艦2022年就役予定と比較することが適切だろう。潜水艦が機密の塊だから、詳細な性能は明らかになっていないけど、輸出経験がない日本が開発した潜水艦だから、武器性能以外の乗員のプライバシー保全の面では、プライバシーを重視する西欧諸国の基準が満たしていないだろうね。居住スペースの拡大は、艦隊設計を見直す必要があるから簡単ではない。日本の双竜型が採用されなかったのは、オーストラリアと日本との潜水艦運用思想の違いが大きな点だと思う。日本の潜水艦運用思想は、主要海峡での待ち伏せ攻撃だ。オーストラリアは、潜水艦の機動運用を主眼としているから、素有型の航続距離の短さや出力の低さについては、オーストラリアの運用思想に合致していなかったんだろう。オーストラリア海軍の元潜水艦艦長が記事のコメントで、日本とオーストラリアでは潜水艦に求める方向性が全く違うと言ってたな。日本は防衛産業の競争がないから、兵器の質が落ちてるっていう記事も見たことあるよ。日本の潜水艦は深く潜水することができる分、船体を分厚い特殊鉄鋼で覆っているから重くなっている。その重くなった分、浮上に必要な浮力を得るために大きなタンクが必要だから、水中排水量と基準排水量には大きな差があるんだよ。韓国も船体の日本並みに分厚い鋼板で覆えば、深く潜れる潜水艦なんて作れますよといった様々な意見が寄せられていたよ。一方で日本ネットの反応では、日本人の平均身長が160センチメートルってのはさすがにない。高齢者ならそんなもんだろうけど。それ以前にオーストラリアは大した潜水艦運用実績もないのに、的を得た問題点なんて挙げられないだろ。日本は超高齢化社会だから、全人口での平均身長は160センチメートルぐらいなのかもよ。自衛隊員だけなら、そんなに低くないだろうけど。日本の潜水艦の乗員数が多いのは事実。前に暮れの潜水艦博物館で潜水艦の内部を見たけど、アナログ計器ばかりで古臭かった。日本ってロボット大国じゃないの。乗員数が多いと酸素も増やさないといけないし、居住性も悪化するのに。北欧の潜水艦の乗員数は20名程度だ。ソースは5色だらけの自衛隊兵器カタログ。こんな程度の性能の潜水艦しか作れないなら、いっそ韓国から潜水艦を輸入した方が良いだろうよ。いやいや、博物館で潜水艦見たんだろ。なんで博物館で展示されてる退役した潜水艦の内部を見て、古臭くて時代遅れとか言ってんだよ。日本が進んでいるかはともかく、そんな知識でしたり顔で批判されても恥かくだけだぞ。国なら、別の国や艦かな。そこで見たんなら、時代遅れっていうのは間違いないぞ。あそこに展示されている潜水艦が1986年に就役した秋潮型潜水艦だから、もう35年前の潜水艦だな。秋潮型なら古臭くて当たり前。博物館で内部を一般公開されている潜水艦と現用潜水艦が同じ技術水準なわけないだろ。あと、乗員数20名とか言ってるけど、それってノルウェー海軍のウーラ級潜水艦だろ。双竜型は外洋での長期航海を想定した大型潜水艦で、ウーラ級潜水艦は沿岸部での短期航海しかしない小型潜水艦水中排水量1150トン。排水量で4倍の差があるぞ。それに、双竜型がコリンズ級よりも乗員数が多いのは確かだけど、これは海上自衛隊の運用規定が原因。海上自衛隊は、何らかの機器の故障や戦闘時に艦に被害が発生した際に被害を最小限にするために、各操作系統の大部分を自動操作と手動操作の2パターンで運用できるようにしている。だから、自動操作が機能を失われても、
上院が主導で全ての捜査が行えるように多めに人員を確保しているんだ。ロシアやアメリカが、危機の故障で何隻の潜水艦を沈めてきたと思ってる？潜水艦は些細なトラブルで沈没してしまうから、トラブルが発生してもリカバリーできる状況性は非常に重要な事項だ。海上自衛隊は長く潜水艦を運用してきたから、危機回避の重要性をよく認識している結果だと言えるね。船体を分厚くすれば、基準排水量が増えるだけなんだけどな。韓国人は多分意味が分かってないんだろうね。さらに言えば、船体を分厚くすれば深く潜れるという代物でもないだけど、船体を分厚い鋼板で覆えば、その分重量が増加して、浮力を確保するためにさらに船体を大型化する必要が出てくる。でも、船体を大型化すると水圧が強くなって、逆に深く潜れなくなってしまう。だから、深く潜るためには、軽量で高強度な鋼材を使う必要がある。例えば、旧ソ連のアルファ級原子力潜水艦はチタン合金を船体に使用することで解決を図ったんだけど、チタン合金は吸音性が悪くて、潜水深度以外は性能が不足していたって話だよ。韓国人が持ってきたこの指摘事項って、潜水艦技術の部分が極秘事項だから、普通は公表されないところだよ。この指摘事項がどこまで信用できるのかね。潜水艦技術は最高機密だから、普通は輸出先にも開示する範囲は限られるし、購入を希望する国に全ての情報を開示できるわけがない。普通は、購入希望国の要望に合わせて設計するという方向になる。オーストラリアの新型潜水艦の公募条件に双竜型がある程度合致したから、日本は今回応募しているんだろ。そして、オーストラリアの要求にも設計の改良は可能だという回答を日本はしたっていう話なだけだと思うけど、それを双竜型のスペック不足とか何やらケチをつけたい記者がいたんじゃないのかなと、こちらも様々な意見が寄せられていたよ。以上のように日韓のネットでは論争が起こっていたけど、どうも日本の双竜型潜水艦にケチをつけたい記者の悪意ある記事が発端なようだね。そもそも、双竜型が不採用になったのは、オーストラリアの対中関係によるところも大きく、政治的な側面が多分にあったことは周知の事実なんだ。しかし、オーストラリアと中国の関係が極めて悪化した2021年には、オーストラリアは中国の反発を押し切って原子力潜水艦の導入に舵を切り、今回の新型潜水艦開発計画は白紙になったよ。双竜型の不採用は、日本がいらぬトラブルに巻き込まれずに良かったという他ないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカにおいて、第6世代戦闘機のベイルがいよいよ見えてきたみたいだね。2世代戦闘機は大型の傾向にあるって噂されているな。アメリカが携わる第6世代戦闘機か、期待しないってのは無理な話だよね。さて今回、このアメリカ第6世代戦闘機の開発に関わる計画 NGAD 計画の概要が少しずつ見えてきたから、その内容から様々な事象を考察していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも NGAD って何なの？ NGAD とはネクストジェネレーションエアドミネンス、日本語で次世代航空優勢を意味するんだ。航空優勢とは、制空権を確保することを視野に入れていて、味方の戦闘機や爆撃機などが自由自在に飛び回って任務を果たせる状態を確保することだね。制空権の確保により、地域における地上部隊の展開や、艦隊による海上作戦を遂行可能とする状況を維持できることを狙っているってわけ。逆を言えば、航空優勢を失うということは、敵機が戦場の空域を自由に飛び交う状況となり、自分が地上や海上の味方戦力の移動や展開に支障をきたすどころか、敵機により攻撃にさらされることを意味するぜ。そのために、世界各国では制空権の確保に直結する戦闘機の優位性を担保するために、様々な開発が行われてきたんだよな。戦闘機の優位性を確立するには、当然敵戦闘機の性能を上回る戦闘機を開発することが必要とされるよ。これまで、世界の戦闘機開発を担ってきたアメリカ、ロシア、EU、そして近年では中国が、より高性能の戦闘機開発に力を注いできたんだ。アメリカ空軍では F-22 ラプターの後継となる、次世代戦闘機通称 NGAD の開発に着手していて、2010年以降開発が順調に進められているものと言われているよ。すでにモックアップ機の存在や、テスト飛行の実施も噂されるなど、その出現が待たれているところだけど、別の見方ではアメリカ空軍は次世代戦闘機開発を諦めたとの憶測も飛び交っているんだ。そのような状況の中、2019年2月28日には、当時の空軍次官補のウィル・ローパー氏が、
デジタルセンチュリーシリーズという新しい構想を発表したらしいよ。デジタルセンチュリーシリーズは長い年月と多額の費用を費やして1種類の新型戦闘機開発を進めるんじゃなくて、数種類の新型戦闘機開発を同時進行させて、継続して次々と新型機をロールアウトさせ入れ替えていく考え方を、アメリカ空軍の構想として提唱するものだね。この構想が実現すると、開発リスクを分散し費用を抑制することが可能となるものの、他国の状況に対応するだけの余力が生まれないことから、世界ではアメリカが来翼世代としての NGAD 開発を諦めたのではないかとの観測が広がっていたぜ。そこに2020年9月、このイルローパー空軍次官補が NGAD の実証機はすでに初飛行を終えていると明らかにしたことで、世界の関係者が驚いたんだ。さらに、2021年6月にはアメリカ空軍参謀総長のチャールズ・ブラウン大将がアメリカ議会での答弁において、NGAD は広いインド太平洋地域での運用を考慮されている。NGAD は F-22 よりも多くの兵器を搭載できる大きなペイロードと長い航続距離を備えたものになるなどと証言し、今までベールに包まれていた NGAD のスペックが初めて明らかにされたんだよね。この公聴会では、ACC 航空戦闘コマンド司令官のマーク・ケリー大将も証言をしていて、NGAD は大きなペイロードと長い航続距離を備えたインド太平洋向けのタイプと、航続距離の要求がないヨーロッパ向けのタイプの2種類が計画されていることを明かしていて、アメリカがデジタルセンチュリーシリーズ構想に基づいて、2種類の NGAD を開発していることが明らかになったんだ。各国では、アメリカの NGAD 超えを実現するため、現在の最新鋭世代である第5世代戦闘機に続く、第6世代の次期戦闘機開発を進めているよ。そもそもジェット戦闘機における世代の考え方は、現在において定着したものですが、その区分に明確な基準がなかったんだよな。そのため、第3世代までは音速を基準とした速度で区分されているのが実情だぜ。では実際に、世代の変遷について詳しく解説するよ。第1世代は、第二次大戦末期から1950年代のジェット戦闘機黎明期の亜音速の速度を持つ戦闘機を指しているんだ。代表的な戦闘機は、アメリカの F-86、ソビエト連邦のMiG-15がそれに当たるんだけど、この世代は朝鮮戦争において空中戦を繰り広げたことから、世界で初めてジェット戦闘機同士の戦闘が行われた事実が歴史に名を残しているよ。次の第2世代戦闘機は、朝鮮戦争後の1950年代から1960年代にかけて登場した超音速戦闘機がそれに当たり、アメリカでは F-104、F-105、F-106、ソ連は MiG-19、MiG-21F、Sukhoi-7、Sukhoi-9、Sukhoi-11 などが世代を代表する戦闘機となるね。この頃になると、いわゆる冷戦の名の通り、アメリカとソ連が直接戦争をすることはなかったものの、中東戦争など地域においてアメリカとソ連が覇権を争う代理戦争において、これらの世代の戦闘機が実戦に投入されたよ。1960年代からの第3世代戦闘機では、飛行速度ではなく兵器として実用化が進められた誘導ミサイルなど、搭載兵器や能力によって区分が変わるようになったんだ。アメリカの F-4、F-5、F-111、ソ連じゃ MiG-23、MiG-25、Sukhoi-15。そして、フランスがミラージュ F-1 を開発してジェット戦闘機開発戦争に参加したほか、この頃より頭角を現し始めた中国が、ソ連製の戦闘機の技術をコピーした J-8、JH-7 を実用化することに成功しているよ。1980年代になると、ジェット戦闘機には長距離かつ広域を探索可能なレーダー、複数の目標へと同時に交戦が可能なアビオニクスを搭載する、最先端の技術と兵器を搭載し、複数の任務を同時にこなすことのできるマルチロール機が登場し、これらが第4世代に位置づけられるな。第4世代機は、2021年現在でも現役として運用されている戦闘機が多く、いわゆる近代化改修によって、多数のセンサーやレーダー、ミサイルを搭載するために機体の大型化が図られ、内水力を発するアスターバーナー付きのターボ3ジェットエンジンが搭載されることで、第5世代機と遜色のないスペックを確保しているぜ。アメリカでは、F-14、F-15、F-16、SA-18 が第4世代となり、ソ連崩壊後に継承国家となったロシアではMiG-29、MiG-31、Sukhoi-27が開発されているな。またフランスはミラージュ2000、中国は JU-JU-1 などを開発し、先進各国と性能面で遜色のない戦闘機を開発することに成功しているぜ。日本においても、国産機 S-1 を開発してジェット戦闘機を所有するようになったが、その後の政治的事情もあり、
第4世代機としてアメリカの SU-6 をベースとして開発した S2 戦闘機を現在でも運用しているってわけだな。このように、第4世代の中には近代化改修によってより強力な性能を担保され、第5世代と比べても遜色のない性能を有する戦闘機もあることから、専門家の間ではこれらの機種を第 4.5 世代と分類するケースもあるんだ。第5世代は、2000年代に登場する戦闘機で、レーダーに捉えられないステルス性を発揮する戦闘機として登場するものが多くなるよ。現時点で最新鋭と言えるこの第5世代戦闘機だけど、それに分類されるのは、アメリカの F-22 と F-35ABC、ロシアのスホイ57に中国の J-20 が該当するとされているんだ。だけど、ステルス性能において中国の J-20 は機体前方にあるカナード翼が、ステルス性を発揮する際の支障になっているとも言われ、第5世代に当たらないとする見方もあるんだよね。そして2021年になると、さらなる次世代として第6世代戦闘機の開発が進められているよ。第6世代はさらなるステルス性能の向上や指向性エネルギー兵器の搭載が主な特徴として挙げられているね。さらに、戦闘能力においては、クラウドシューティング能力の保有に加えて、無人戦闘機との連携による作戦遂行能力も有していることが代表的な性能となっているぜ。現在、第6世代戦闘機の開発構想は、フランス、ドイツ、スペインの共同開発による FCAS と、イギリス、スウェーデン、イタリアが共同開発を進めているテンペストが先行しており、有人機と無人機のチームを基本編成とした開発が進められているみたいだね。フランスとドイツが第6世代の先駆者になりつつあるんだね。ロシアは、スホイ57をベースとしたミグ41の開発を進めていると噂されており、最大速度マッハ4で超高高度を飛行する能力を有するとともに、無人機としても運用可能ではないかと囁かれているよ。このミグ41、早ければ2025年プロトタイプが登場するのではと見られており、西欧諸国は大きな脅威としてみなしている状況だね。そして中国はアンジェンやカユーと呼ばれる無人機の開発を進めており、これらが第6世代として登場するのではないかとされたことがあったんだけど、有人機の情報やこれらの無人機の開発状況を含めて、第6世代と見られる戦闘機開発について一切公式に認めている状況ではないんだ。中国においては、各国の技術を盗用するスパイの暗躍が囁かれており、その成果もあってステルス性能においては、すでに諸外国の性能レベルにまで達しているのではないかとも言われているな。世界各国の状況は今まで紹介した通りだけど、日本の動きはどうなっているのかが、やはり気になるところだよね。日本では、第6世代の名にふさわしい次世代の開発を、三菱重工業を基幹企業として川崎重工業、スバルー、IHI、三菱電機、東芝、富士通、NEC の国内7社が協力して開発する取り組みが行われているよ。三菱重工業といえば、世界中にその名を轟かせたゼロ戦の生みの親でもあることから、今回の共同開発プロジェクトを令和のゼロ戦と表現している人も多いようだな。正直なところ、日本の飛行機開発は世界基準にはまだまだ達していない部分もあり、特に立ち遅れている自立型無人機開発についても、次世代機の開発と同時に進められることが期待されているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。